あ、どうもこんにちは。こんばんは。こんばんは、ブラックホールです。はい。あ、なんか今広告が流れちゃった。急に いきなり別音声。YouTube 繋いだら広告が流れちゃった。はい、というわけで、若干お久しぶりめのブラックホールです。皆さん、こんばんは。こんばんは。お久しぶりでした。いろいろありまして、ちょっと間が空きましたけれど、今日またアッセンブルしてみました。アッセンブル。はい。ことで、というわけで、はい。ホークです。テラサホークです。高橋良樹です。そして柳下喜一郎。そして今日は、はい、なんとゲスト。まあ今日はですね、はい、名前を言わせない。すいませんね。ああ、高橋大也です。よろしくお願いします。はい、高橋さんです、はい。何を隠そう、今日はだってね、マスターオブクンフーシャンチー。はい。はい。会ということですから、はい、やっぱ我々も有識者をね、有識者お呼びしないといけないということで、はい、アイオンリースピークカンフーって書いてあるね、はい、カンフー語しか喋んねえ、はい、余計なこと言うと俺の拳が拳で語る拳で語るっていうね。ちなみに大変さんはこの T シャツないしはそのクンフーって書いてある T シャツを、はい、何枚ぐらい持ってる？20枚ぐらい、毎年3、4枚ずつこう毎年3、4枚こうクンフーって書いてあると買っちゃう。そうそう、買っちゃう。素晴らしい、はい、しょうがないね、いつも違うんですよ。書いてあることはほとんど一緒です。そうそう、でもなんか上に書いてあるのちょっと違ったりするんですよね。ちょっとだけ違ってますね、はい、おじさんが4人でやっておりますよ、はいはいはい、というわけで、はい、はい、シャンチーでございます、テンリングズの伝説という最初。あ、音小さいって言われて、音が小さい、うん、音小さい大丈夫でしょうか。僕の声とか誰の声が小さいとかあります？マスクしてると小さい。僕はちょっと小さい。僕お前だ。あ、マジですか、うん、はい、大丈夫。なるべくみんなこう、大声で喋る。大声で喋る。はい、うん。おじさんが大声で。おじさんが大声で喋る。うるさいですね。はい。まあはい、マーベルスタジオズ、第20何作目なんだろうかと。25作目、はい、うん、すごいな、ね。フェイズ M のシネマティックユニバース、フェイズ4ということで、うん、ブラックウィドウに続きということで、うん、はてどんなものかと思って見てみれば、うん、いかがでしたか。まずちょっとじゃあ、はい、柳下さんから。おお、はいはい、いや、僕は面白い、結構楽しむんで見たんですけど、ただ前半は特にまあ面白いというか、まあ、80年代香港アクションオマージュ的な部分っていうのは結構楽しく見てたんですけど、後半ちょっとね、ポケモンワールドに行ってからはちょっとポケモンかーっていう感じだったんですけどね。ここら辺はちょっと、あとまあいろいろそのこれに関しては思うところはあって、もともとね、これそのホークにも話を聞きたかったんですけど、はい、そのシャンチーっていつからテンリングスっていうのはもともと、アイアンマンの敵役で有名で、はいはい、で、映画だとアイアンマン3に出てくるんですね、はい、でそのマンダリンっていう、もう中国への変中チャイニーズへの偏見をにしめたようなキャラクターが主会で、だったで出てくるやつだったんですけど、はい、それがいつの間にか、このシャンチーのお父さんが真のマンダリンの間となっていて、うんうん、これってコミックもそうなっているんですか？コミックはマンダリンはマンダリンですよね。やっぱりその両手の指に10個の指輪をして、うん、そっかビビーなんていろいろ殺人光線とか出したりとかしてましたけど、うん、2008年かしら、もっとは違うわ、その後、アベンジャーズの後だから、皆さんちょっとコメントで教えてほしいんですけど、アイアンマン3でね、はい、一回そのマンダリンおよびテンリングスっていうね、話を一回使っちゃってね、うん、しかもちょっと肩透かし的にね、うん、変なアレンジを加えて使ってしまったんだよ。はい、はい、でまあ、アイアンマン最初のね2008年かなのアイアンマンからそのテロ組織テンリングスっていう、ね、うん、そういう使い方もしていて、なるほど、でこれすは漫画でおなじみそのステレオタイプをにしめたような、うん、大悪役マンダリンが出てくるのかなと思ったら、うん、ちょっと期待したんですけどね、だいぶ期待したですけど、ベンキングズレがトイレから出てきて今うんこしたばっかりだから臭いよ、うん、え、わしはただの俳優じゃよみたいな、デコイだったってことですね、うん、でまあそのガイピアスがね、我こそがマンダリンって言った後爆発してコッパみじんになって、あ、そんなだったっけ、そんなですよ、うん、そうか、皆さんちょっとアイアンマン3のこと今一度思い出してほしいんですけど、みんなね、あれは記憶の彼方に何が何だったかっていうということで、だからちょっとそういうびっくり系要素としてある種マンダリン
およびテンリングスっていうコミックでおなじみの要素は使っちゃったんだけど、うん、それを今回満を持してちゃんとやり直しますっていうことですよね。ことなんですかね。はい、そうなんでございますよ。しかしまあでもそのじゃあまずはね概要っていうか一人ずつ感想っていう感じだったんで、はいはい、柳澤さんはどんな感じ？後半が今そうそう後半ポケモンワールドって、うん、なるほど。あとまあねあのいろいろストーリー的なことでツッコミをし出すとキリはないんですけど、うん、ちょっとあのお父さん騙されすぎじゃないですか。まあちょっと気づいてよと思います、ね、人それぞれっていうね、まあ、ちょっとね、まあ、人それぞれなんでしょうけど、まあそこはね多分実はあれの物語自体の構造の問題が実はあって、あのこれはもうはっきりしてるんですけど、要はそのトニー・レオンがね、うんはい、もうあのネタバレ前回で話してますけど、あのトニー・レオン のお父さんが、うん、と結局対決する話にしなきゃいけない、うん、わけじゃないですか、うん、でもそのじゃあなんでお父さん対決するのっていう時に、でお母さんと仲睦まじく暮らしてたのに、うんうん、そのことを全て忘れて悪に走ったお父さんって、うん、なんでおかしくないですかっていう話が、まあ、根本としてあるんですそこで、うんうん、そのアメコミとかではよくその悪の父を倒すっていうのは前提としてありますけど、うんうん、それ以前に延々とあのハッピーな家庭を描いてますからね。あでお母さんがあの病気で死んじゃっただけでなんであんなになっちゃうのっていうのが、でもそのあのそれをだからそれは普通にダークサイドの問題っていうか、俺はなんか納得できるところもあって、うん、その時楽しかった分が楽しければ楽しかったほど、うんうん、亡くなった時にそれ亡くなったの全部お前ら世界のせいじゃっていうことで、うんうん、ダークサイド落ちってことはまあ十分あり得るんじゃないか。それはもちろん、うん、それは分かるんですけど、うんうん、それをすると それにしてると最後のね、うん、和解のところがあまりにしょぼくなっちゃうわけですよ、うん、結局、まあ、あれだってあの超ギリで、うん、今まであの頑張ってたんで、あのもうギリギリじゃないですか、まあまあ、それ言ったらだからまあなんかどうだろう、そこはまあ、 あの、まあ、見方にもよるのかなとも思うんですけど、まあ、そこは許すと、うん、まあまあ、僕結構さあのちょっと先に言っちゃいますけど、僕シャンチーに関しては激ヤマなんで、はい、あ本当、はい、あのまだ今日はあのベタベタ褒めていきたいと思います、はい、どうでしたざっくり言うと、ざっくり言うと超面白かったですね。いやなんかすごく良くて、はい、なんか僕いや昨日もまた2回目見に行ってきたんですけど、うんうんうん、やっぱなんか俺あの映画の中でその例えばなんかスパイダーマン2とかで、はい、あの例えばドッグオーク戦とかって、はい、これ一生続いてもいいなみたいなとってあるんだけど、うん、シャンチーは最初のやっぱあのみんなこのいただいたメールとかでも言ってるけど、そ、ね、そのあのバスファイトのところで、うんうん、これはもうずっと続いてもいいんじゃないのって、うんうん、思っちゃったっていうところで、まあ、まず心をつかまれたっていうことがあるのと、はいろいろ多分そごはあるんだと思うんですけども、あとやっぱりなんかその普通にね、はい、なんだろう、いろいろ今その柳澤さんがおっしゃってたそのポケモンワールド的なその異世界のところとかも、うん、あの本当はあのこうあの中華文化圏というかね、うん、アジア文化圏で育ってきたから全部わかんじゃ言えみたいな、うん、そういう楽しみもありつつ、であとそのまあこれはあのなんだろうな、それとあといろいろ面白いとこあったんですけども、そういったの、まあ、おかき言ってんなと思ってたシャンチン2パパはない最後まで ね、うん、ところっていうのもあれだし、あとあのリングが、うん、あまりにもいろんなことに使えるんですげえ便利っていうのも見てて楽しいとか、うん、まあそういうあのいろんなことを総合してよくて、またあと細かいことはねあのこれから言ってきますけど、そうですね、はい、であとあの主演のシャンチーもあのなんかあの結構いろんなところでそのルッキズム的に批判されてたりするんですけど、うんうん、なんか逆に俺なんかトラさんみたいな感じだから、うんうん、こうあの安心感があって、だああいうのがそのだからなんていうの、そういうそのハリウッドのど真ん中でそのアジア人 あのヒーローの役者役としてね、うん、出てくるっていうのはなんか逆にありがたいっていうか、うん、ありがたいっていうとなんかこっちが卑屈みたいに聞こえちゃうかもしれない、うん、そうじゃなくて、うん、あのそれはそれで全然ありじゃないのっていう気もした、うん、なるほどね、うん、だからなんか全体的に楽しかったし、あとから、うん、そうで、あのやっぱ後半ね、これあの後でタイアンさんとも話したかったんだけど、はい、やっぱなんかあの俺はそんなモンスター映画になると思ってなかったから、うんうんうん、あそこでなんかあの、あ、得したみたいな、はいはいはい、結構お得感もあったっていうか逆に、そうそう逆に、うん、だからああやって幼稚な目で見ればすごい得な感じがする映画だったんじゃないかなっていう気がしてますけど、ね、なるほどね、うんどうですか、うん、自分が幼稚ってことだけどそしてタイアンさんは、はい、あ僕もあのすごい楽しんだ感じで、はい、あの、まあ、まあ、カンフー映画見に行った感じだったで見てるとやっぱこうあのカンフー映画、歴代カンフー映画全部盛りみたいなんですよね、なるほど、あのバスファイトはもう現代的なマーシャルアーツがあって、うん、で
トニー・レオンとお母さんがこう出会ってやるところはね、うん、あのやっぱワイヤーでこうピースプカ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 飛んでるようなアクションがあって、で剣とか刀のアクションもあって怪獣と戦うっていう、いわゆるこう香港映画が今まで連綿と70年代から、90年代ぐらいまで作り続けてきたいろんなカンフー映画を全部ここにあの集めましたっていう、そういうその博覧会的な楽しさみたいなところ、これをハリウッドでやったっていうのはすごくね、あのもう見ててウキウキニコニコでしたね、はい、まあ、いいとこ取りみたいなね、うん、あそうですそうです、今日は太陽さんに来てもらってよかったですねこれよかった、今のこの話どうですかね説得力説得力一番信頼できる男皆さん間違いないなるほどね、うん、まあ、そんな人のところに文句なかったですね、はい、文句なかった、うん、まあ、ちなみに俺はあの悪い竜のデザインが大いに不満で、うん、あれ普通に黒い竜でよくて、うん、それが上がグラーってなると陰陽のマークになったりするのかなとか思って待ってたら、あ、なるほど、あのそれこまではやんないかっていう、ちょっとドラゴンっぽいやつドラゴンっぽいやつね、うん、よかったですけどね、うん、なるほどね、はい、まあでもどんな映画になるんだかっていうのは誰も想像がつかなかったというか、うんうん、まあ、特にその後半戦部分というのが、はい、こうなるのっていうのはみんなびっくりしたあたりだと思うんですよね、うんうん、でまあその実はまあそのオリジンもの第1回っていうことで、はい、でそのまあほら要素的には今までの MCU で見たやつっていうのは結構てんこ盛りになってて、それこその悪い親父、はい、いつでもあの MC はろくでもない親父で、はい、またろくでなし親父かとかね、うんうん、あるいはそのほらあのポータルが開いて、はいはい、その闇のはいはい、はい、世界に行く、うん、そうエネルギーがあって、うん、こちらに そうあっちに行くのか、うん、あるいはこっちに攻めてくるのかっていうのも、うん、割と結構見たあたりじゃねえと思うんですよ、ね、みんなで頑張ってその門を閉じる、閉じる、そう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 、ね、とはいえなんかそこがね割とこう要素は知ってるやつなんだけれども、うん、ちょっと見たことない感じになってたなっていうところですよね、うん、今回はね、まあ、あのいつも言ってるんですけど、はい、MCU ってそのアクションの演出が、あの、まあ、てかまあ要は CG の演出ってことですけど、はい、完璧に出来上がってて、うんうん、でもそのそこは誰がやってもほぼ一定のクオリティなんですよね、うん、でそこがそのあの DC のワーナーの DC と違うところなんですけど、はいはいはい、一番違うところだと思ってるんですけど、はい、今回はだからちょっとそのカンフー主流が中心っていう意味でちょっと違ってたよね、ちょっとね、うんうん、あ、そうそう、はい、で、あのブラックホールというと、はい、何かっていうと僕がビールばっか飲んでて良くないからもうそういうのはやめよう、うん、やめるか、うん、今日も飲むかっていうことでビールを持ってきましたので、はい、皆さん乾杯しましょう、はいはいはい、しょうがないな、もう、ね、しょうがない、はい、お疲れ様です、今日はみんなでこれからホテルカリフォルニアをカラオケで熱唱ですという感じでやっていきたいと思います。あれでしょう、はい、その今回は珍しく YOSHIKI さんがあのエンドクレジット全部座ってみて、しかもそこが好きだったっていう、うん、いや好きですよ、うん、あのやっぱりそのなんだその最初にいた あっちのねなんだっけあのハルクの人とか、はい、あのキャプテンマーベルが出てきて、はい、のところははっきりでうわやばいまたそれかって思ってたら、うん、あの普通にみんなで飲み会で終わりっていうのはすごい良かったと思うしプラス一番最後のあのシャンチーのあの妹さんが、はい、ね、あの、うん、コナンザバーバリアンにドカッと座ってあれだからマンダロリアンのエンディングと一緒ですからね、はいはいはい、あのであそこもなんかそのなんていうのなんかその別に今回のが予告編でしたって気持ちにさせる終わり方じゃないところが良かった、うん、そうね、どっちもねこれでまあ終わりです、うん、あの一本として終わりっていうところがまあそのなんだろうキャプテンマーベル出てきたところで一応輪っかの謎みたいなことは言ってたけど、はいはい、そっちに引っ張るっていうよりはもうギャグで落としたっていうところが、うん、まあそのなんか映画を見終わった感があって そこが良かったってことあります、はい、あとやっぱりその妹さんの方がですね、うん、よく分からんその面白テンリングスじゃなくて、はい、親父の会社の方をもらうっていうのが良かったですね、うん、あそう ね、うん、実利を取るっていう、ね、実利を取る、うん、そうね、はい、まあ、一番今回飲み込みにくかったのはさやっぱりあのベン・キングスレーがさ あの猿の惑星がどうのっていうことを延々とあの猿がやってるのが芝居だと気づいて愕然としたみたいな話をしてるところだと思うんですけどあれ面白いのかなあれちょっと謎だよね、うん、
あそこは、まあ、あれはもうおかしな人ですからね、まあ、おかしな人だったからな、うん、確かに、うん、あんなに演技の上手い猿がとか、そうそう、まさか上手いのっているように見えただけでとかよくわからない、何の話してあの話が後々何かに聞いてくるかって言ったことない、うん、なかったね、なかったですよ、うん、でもあのコントンちゃんは可愛かったじゃないですか、はいはいはい、あの最後のね、そうそう、あのこうモフモフで、はいはい、顔がないやつ、顔がないです、うん、顔がないって言うと怒るんですけど、うんうん、なかなか、あとそうだからその後だからその狛犬出てきたりさ、キリンが出てきたり、まあ名前いろいろあるんでしょうけど、うん、他にね、あと何キュービーの狐みたいなの出てきたりっていうところで、うん、あのうおっていうのは確かにあったし、あとあのやっぱりドラゴンが、ドラゴンとか竜がね、はい、あのあれすごくそのなんだろう、こうあのそのいわゆるその東洋の絵の竜の、はい、の、うん、なんていうの、だから誰も見たことないけども、はい、動きをしてる、はいはいはい、動いてくっていうやつで、まあ、日本昔話のオープニングみたいな、そうそう、はい、まあね、タツノコタロウとか、タツノコタロウ、まあ、ドラゴンボールとか、はい、そういう感じ、まあ、監督ドラゴンボール好きらしいんですけど、うんうんうん、あれをなんかあんなもんで見れるのかっていう、うん、まあ、あそこはちょっと結構俺の中ではすごいポイント高くて、なるほど、どっから来たんだろうこれはと思ったよね、その正直あのドラゴンのデザインはね、 うん、あんまりなんかちょっと中国の古来のやつともちょっと違うでしょ、あ、そうですね、まあ、ちょっとね、うん、あの顎がだから細い、細いっていうか、うね、あのもっとこうかっこいいでしょ、うん、ドラゴンって、だから、うん、あそこはちょっと普通になんかこう爬虫類っぽくしてるんですけど、うん、でも結構この辺とか割とめでたい感じでしたけどね、めでたい感じですよ、めでたい感じです、そうそう、それについてだから言おうと思ったんですけど、はい、要はね、ドラゴンとかあの狛犬とかって、まあ、狛犬じゃないかもしれないですけど、そういうのって全部魔除けでしょ、うん、で魔除けのものが魔を避けていると思ったわけ、うんうん、魔除けのものが魔を避けている、そうそう、だから魔除けの動物が本当に、はい、あの何魔を封じるのに、うん、ために戦っているっていうのが見られたのは、うん、なんかそれもなんか自分の中でセンスオブワンダー感というか、それもちょっと嬉しかった、なるほど、うん、っていうね、そうね、とかありますけども、でもな、なんかそこのあのなんかマカオンとかも結構好きで、はい、うん、やっぱあの竹の足場でね、そうですね、そうそうそう、香港映画で散々見てきた、香港映画で散々見てきた、工事現場は未だに竹で足場を作ってるっていう、そうそう、今やっぱあれそうなんですか、今もあれだよ、今もやってますね、うん、だってなんかあっちの方が多分優秀だよね、軽いし、ね、うん、まあそうか、うん、しなやかだし、うん、そうですね、うん、ただまあやっぱりあの丈夫そうでしたよね、こっちの方がね、ポッコ映画の竹の方がやっぱりやばい感じ、危ない感じ危うい感じはありますね、確かに、うん、あとだからこのマンドレージじゃない、ごめん、シャンチーについて言うと、あのまあいろいろこの話も後から質問とかで出てくると思うんですけど、はい、あのこれ実はあの最初の前半の、うん、あのオクワフィナの家の方に行って話してるところっていうのは、はいはい、あれはあのアジア系アメリカ人の子とかには死ぬほど突き刺さる場面で、要はだからそのなんだろう、要はあれは何、タイガーマムっていうんですか、タイガーマムがいて、だから弁護士になれ医者になれみたいな、学校の成績一番になれみたいなことが、そのなんてコミュニティとして非常に多いところで育ってきてる子たちが、だから例えばなのにお前はなんで駐車場係でって言われるっていう、しかし俺はあのやりたいことやってるだけなんだって、うん、オクワフィナが言うでしょ、だからそこの辺っていうのは実はあれはもうめちゃくちゃ、だからしかも我々あのサンフランシスコのチャイナタウンですから、うん、あの場所がね、ですごくそこのところはあのなんだろう、そうだからそのサンフランシスコの映画館とか見たら、はい、みんなうおーみたいなことはあんのかなっていう気はしながら見てましたよね、まあ確かにそうですよね、うん、そう、お便りをいただいておりまして、はいはい、うん、今の話ですね、うん、ユンユさんですね、はい、個人的には予想以上に大満足、うん、で香港映画イズム満載のタイトかつ重層的なアクションを MCU で見られることの新鮮さ、うん、そして興奮、うん、アクション映画濃度という意味では MCU でもトップクラスではないでしょうか、うん、何より自分はこれまで MCU 作品にメインの東洋人ヒーローの不在がずっと引っかかっており、うん、エンドゲームのクライマックスでヒーローが勢ぞろいした時には、うん、逆にそれが不自然に感じていたぐらいだと、うんうん、そのため今回ついにその件がかなり理想的な形で解消されて、うん、今後の展開にも、割とスムーズに合流してくれそうで、うん、今ワクワクしていますと、うん、っていうね、うんうん、まあそうっすよね、うん、まあ、一応あのなんだっけあれのドクターストレンジの相棒がベネディクト・ウォングね、今回
バイトでね、地下格闘技、地下格闘技やってバイトしてましたね。あの人いつも貧乏ですからね。あれが何、アボミネーションです。アボミネーションってこんなとこにあんなエラついてたんだ、やっぱ進化したんです。あれでもだけど前のアボミネーションと同じでティムロスがこうやってるって聞いたんですけど、うん、そうです、クレジットにティムロスって書いてある。そうだよね、うん、あのハルクの時の、はいはい、原作だとこういうなんか耳が生えてるんですけど、あ、そうなんだ、うん、あの映画ね、あのインクレディブルハルクっていう映画に出てきた時にはあの、うん、ちょっと割とうんこっぽいあのツルッとしたデザインになっちゃって、うん、そう、なんか研究所の前の道みたいなところで戦うんだよね。そうですそうです、ハーレムでね。でみんな耳どうしたって言ったら今回耳が生えてたというです、ね、あ、そういうことなんだな、はい、なるほどね。そうなんでございます、うん、まあね、確かにアジア人っていうのは今までいても、うんうん、まあ本当に脇も脇ですかね、うん、あのアントマンに出てきたウー捜査官ぐらいかって書いてくださってる方もいますけど、まあウーとウォンさんぐらいですね、今まで。そうですね、ほら、うん、まあね、そこはそのある種アジア人のステレオタイプで、うん、はい、その計画を練る人とかそういう、うん、そういう役に回る、うん、あの回らされることが多いっていうね、うん、そのコンピューターがやってる人とか、はいはい、まあ、そういうキャラクターをどうしても振られるという、うん、はい、まあ、あとこれはあの、なんだろう、僕がこういうこと言うのはあんまりあれではないかもしれませんが、あの、まあ、どっかでちょろっと読んだんですけど、うん、今だからここ1年ぐらいだけ取ってもその、まあ、アメリカでアジア系へのヘイトクライムも非常に増加している、うんうん、で場所によっては 200% 超えるとかいう時なの で、ね、その時にこれが出たっていうことの意義っていうのはもちろん、うん、あの考えるべきだという気もするし、す、ね、あのエンパワーメントにはなってる、間違いなくなってるってことは、うん、そうでしょうね、うん、まあでもやっぱり、まあ、この1個前、1個じゃないけどこの前にはそのブラックパンサーという映画がありましたと、はいはい、であそこでようやくそのアフリカ系のキャストで、うん、固めたそのアフリカ系の物語っていうものが語られて、はい、でそれはやっぱりそのコミュニティ、うん、アフリカ系の人たちに対してはもう随分なやっぱりそれはあの、うん、力を与えたというか、うん、熱狂的に受け入れられて、ね、そうですよね、うん、だからそれが同じことが今回、まあ、そのアジア系というところに対してね、うん、なってるんだと思うんだけど、僕は個人的にはそのブラックパンサーよりも今回の方が非常にご機嫌だったなっていうか、うんうん、ある種ブラックパンサーに対してモヤモヤしたところっていうのが今回は綺麗に解消されたかなという気がしているのです。それは何かといえばいくつもあると思うんですけど、うんうん、あのまあ、僕も、ま、同じようなこと考えて、はい、であのまあ、多分かぶってると思うんですけど、うんうん、まあ、一つあのブラックパンサーに感じる、まあ、いくつも問題あるかと思うんですけど、一つはやっぱりその、まあ、これは乗れる乗れないの話だから、うんうん、まあまあ、その王位継承の話だと乗れなくなるっていうことが一つあるかもしれないし、それからやっぱりそのなんだろう、あのナブーでバトルドロイドとあの軍艦族が戦ってみたら絵っていうのは、うんうん、あの絵としてはそのすごいかもしれないけども、何を面白がればいいのかっていうのはもはや分からない領域に達している、まあ、いわゆるその終盤のワカンダ運動会っていうやつですね、うん、ワカンダ運動会ってのあれ、まあ、あそこから割とその MCU もちょっとそれが顕著になってきて、そののっぱらというか、まあのっぱらっちゃおかしいですけど、はい、広いところで右と左から軍勢がワーワーって言って、うんうんうん、であんまりそのまあ言ってしまえば工夫のない、うんうん、まあ団体戦なんでね、まあ、それが展開するっていうのが、うんうん、それからまあアベンジャーズ2本で続いちゃったりとかして大丈夫かななんて思ってたあたりでもあったんで、あとはまあやっぱりそのアクションの若干の残念さってことも含めのですよ、あとやっぱブラックパンサーさっき吉木さんが言ったけれども、まあ言っても多い継承の話やないかっていう、なんかこのそこら辺がすごいモヤモヤするあたりですよね。まあもちろんワカンダっていう国のあのプリンスであるっていうのはもともとのお話だから仕方がないとはいえ、なんかそのなんていうんですかね、例えばその不平等とか差別と戦ういかがなものかって言っていながら、あ、ところで私は、王ですっていう、まあ、だからブラックパンサーに関しては、うん、要はあの敵敵役のね、あのキルモンガー、キルモンガー言ってることの方が正しいんじゃないかっていう筋を取ってんじゃないかっていう話があって、ね、うん、まあ、あいつはね、あのたまたまいとこか、うんうん、その
王の 弟の子だからっていうだけで排除されてるだけであってさ、はいうん、それだってでもさ、うん、あの本当にこれ幼稚なこと言うけどいい、はい、あのやっぱりさあの今回あのそのテンリングスのさ、うん、あの要はそのレーザーフィスト以下とさ、はい、やっぱ超やばいの来たからさ、もうみんなで一緒にやるしかないっていうところが熱い、うんうん、なんかああいうのもなかったでしょ、うん全然そうです ね。で俺はあの昔にですねあのロボコップ3っていう映画を見た時に、はい、オムニ社がね、はい、あそこのデトロイトの、はい、デトロイトじゃないなんていうのあれ、まあ、デトロイトですよ、デトロイトの、うん、あのパンクスとかを手下に使って、はい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 、町民に嫌がらせしてんだけど、うん、最終的に彼らが寝返ってみんなと一緒に戦ってくれオムニ社と戦ってくれるんだと思ってたら、うん、なかったんですごいがっかりしたっていう思い出があってですね、で今回は途中の辺で、うん、あれこれレーザーブレード結構すごいキャラ立ってんのに、うんうんうん、これ後でなんかバトルになって普通に死んじゃったら結構悲しいかもって思ってたら、うんうんうん、そうじゃなくったんで、うん、そこはなんかすごいなんかあの嬉しかったっていうか、うん、あそういうのだって普通にありだよね、まあ、ねそうそう、そう、うん、ことは思いました。本質的なところでは共闘できるっていうできるはずだっていうね、うん、そうそう、まあ、あれでも多分あのみんなと言ってる途中で一番おやじ騙されてんじゃねえなって多分ちょっとやべえ、薄らは思ってやべえなこれって思ってた、ね、薄く思ってた可能性すごいありますよね、うん、そうそうやっぱりあれじゃねえかなってちょっとなこれすみませんね、さすがにあれ出すのはまずいんじゃない確かにねっていう、そう豊住美幸さんという方がですね、はい、メールをいただいてましてですね、予告を見た時からデスディーラーがとても気に入っていて、本編見たらやっぱりビジュアルもアクションも最高でした、うん、怪物に魂抜かれて死んだようなんですがもっと見たかったです、うん、あの人だからあの人がいたから、うん、あのレーザーフィストっていう人はちゃんとね、そうね、そうそう、あのデスディーラーはやっぱりだからまあその今回さだからそのあの実はシャンチーって、はい、あのまあ確かそのアジア系の話だからってことでよりそこを強調して描けてると思うけども、その家父長制というものと戦うっていう話であって、でデスディーラーは家父長制を支える暴力そのものなんで、ね、暴力だからあれは死ぬしかないっていうのはまあわかるわけ、だからあのまあそうだよね、でその 顔のないっていうところも多分そういう風に読み解くことができると思うんだけど、ディズニーさんですなんかユーチューバーなんでしょ、あ、そうなんですか、そうそうそう、元々だからあのアンディー・リーっていう人で、はい、あの特に武術とか習ったわけじゃなくて、うん、カンフー映画で武術をすごいやつですね、でお兄ちゃんと通信教育があったお兄ちゃんとお兄ちゃんの友達と3人でずっとカンフーごっこしてたらものすごいレベルアップしちゃって、で YouTube にこう動画上げてたら、うん、ジャッキー・チェンとかいろんな人が見て、はいはい、お前面白そうだからちょっと俺らと一緒に夢の人生作ろうよみたいな感じで、すごいすごい、でデスディーラーまでなったって、ね、なんすごい、タイヤもそうなりたかったじゃん、そうなりたかった、それで言うとだからサントラで出る、うん、あのいっぱい手掛けてるリッチ・ブライアン、はいはい、もともとリッチ・ティガーうん、リッチチガーね、あの昔本当こうお便りでもいただきますけど、はいはい、大昔にリッチチガーでやってた頃にあの篠の向かいでだいぶフィーチャーしたことがあってですね、彼はだってあれシンガポールの人だっけ、華僑なんでね、うん、でいじめられてたっていうんだけど、その英語は全部 YouTube で覚えた、うん、で今あの、まあ、アメリカでそのレーベル88あって、うん、で大スターですよ、おしもさん、うんうん、でも彼の英語とラップは全部 YouTube 見て、はい、覚えた素晴らしい、だから YouTube 見てなんか勉強するの超ありっていう夢がある映画ですね、ちょっとね、あのそういうこともある、でもあだから俺わかんないんだけど、あそこ あのマカオのシーンでなんか街であのストリートダンスみたいなのやってる女の子たちが映った時に、はいはいはい、あれこれももしかして YouTuber ではなんかそういうところにちょこちょこそういう人がいたりしてもおかしくないのかなっていう気はなんかしてたんですけど ね、うん、それどういうことなんですかね、そのアメリカでカンフー映画を作るときに呼べる人の層の問題、それともたまたまそういうことが起こっちゃったっていう、たまたまそういうことが起こっちゃった、本当にだからお兄ちゃんとお兄ちゃんの友達3人で作ったマーシャルクラブっていう YouTube チャンネルがものすごいバズっちゃって、でそこからあのやっぱこういろんな人が見て、だ最初の頃の動画とかひどいもんでしたけどね、夢が上がっていくっていう、はい、面白いですねそれね、これじゃあブラックホールも頑張って、ブラックホールも頑張って、みんなでブツブツいろいろとなんかブツブツ会の大物から声がかかる、そうですよ。僕らも MCU から声がかかる、MCU から、はい、遠いな。あとね、うん、ちょっとカンフー方面の話ですけど、これはちょっと割と否定めのメールをいただいて、こういう質問になってるんですけど。
ザビエル・バビデルさんから難しい読みにくい、はい、初メールですと、でまず目を見張ったのは、うん、序盤で主人公の父と母が最初に出会ってからのアクションシーンです、うん、これが終始一貫して段取り臭くのろくてダサいので非常に驚きましたあのお母さんとのところ、そうですね、あのところ、うん、あれはだってあのラブシーンだから、うん、あのまあそのだから だってそういう風に見せようとして作ってるシーンだから、そうなんですよ、あれあのインド映画 あの歌とダンスでこう、うん、2人が惹かれ合っていくところを表現するのと一緒で、あれはあそこを見てて俺は本当にあれはインド映画で、はい、バーフバリで、あそうですバーフバリで、周りのセットの安さもそうですけど、セットの安さって言うじゃん、本当にインド映画でやってほしかったんだよな、うんうんうん、そうそう、だから そ, う、ね、そういうところなんで、あれはあれでいいんですよね、あれはあれ、あのスローさが、うん、ある種のだから伝統芸能、そうそうそう、だってあそこでぶん殴って歯が折れたりしたらちょっと目も当てられないと思うわけですよ、やっぱそれはそれで好きになっちゃったってこともね、うん、すっすげーボロボロみたいな、うん、もっとぶってみたいなそれちょっと違う映画になっちゃうんですからね、うん、恋愛に落ちていくプロセスをあれで表現してるっていう、はい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 、まあその象徴的に描いてるってことですよね、うん、はい、香港のカンフーとかでもあるの、あんの、あります、あります、うん、はい、あのグリーンディスティニーなんかもそんなシーンがいっぱいあったと思うんですけど、グリーンディスティニー、あ、まあそうか、うん、でもあれカンフー映画っていうのは武教映画ですよね、武教映画ですね、はい、あ、そうそう、だから武教映画ですね、うんうん、武教映画というフレーズが出ました、はい、武教映画というのは、はい、剣に生きる人たちが、はいはいはい、修行してると空飛べるようになっちゃう、長いポニーテールの人がいっぱい出てくる、あ、そう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 、なんかあれですね、こうやって飛んでくる、なんかのこうやって飛んでくるあのなんかとんがったものの上に立ったりとかする、そう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 、とんがったものの上に立ったりするの仏教じゃなくてもあるんじゃないの、あ、どっちもあります、あります、カウフもあるし仏教もあるし、はい、なるほど忙しい、はい、なるほど、ということで、まあなので、あの段取り臭いのはそういう伝統芸能としてことだという、こういう、うん、そうだ、でもあのそのそういうそこもそうだけどさ、はい、あの今回なんかそのあのなんか太極拳的な動きも結構あったりして、 あれもやっぱりなんかほら、うん、あのアメリカとか行くと、はい、あのなんだろう、あの朝とか公園 で、うん、アジア系のおばあちゃんとか、はい、みんな太極拳やってるじゃん、はい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 、だからあ、ついにそれが使える時が来たってか、そのやっぱり、うん、魔除けの動物が本当に使うのと一緒で、うん、普段見てるあれこれが、はい、あ、実はっていう、うん、ちゃんと役に立つ、ね、役に立ってるっていう喜びはなんか結構あったような気がするな、うん、アメリカで太極拳広げたのはドニーエンのお母さんなんですよね、へー、アメリカではもともとドニーエンよりもドニーエンのお母さんの方が全然有名で、まあ、ボストン大学の体育コースにあの太極拳のコースを作ったりとか、はい、今日どうキャー勉強キャー勉強になるドニーエンのお母さんの日っていうのがあるらしいすごいよそれちょっとお参りに来てねすごいな、なんて勉強になるんだ、すごいわ、そうですか、なるほど、なるほどね、はい、まあ、なんであそこのシーンは、はい、うん、その別にクンフーバトルを見せようとするわけじゃなくてむしろその意図してそういうふうにやってる、はい、ということですよね、うん、そうですね、うん、まあ、だからあるんですよね、壮絶クンフーバトル映画っていうそれ一辺倒を期待していくと若干そうですね、面食らうところは今回は確かに、うん、まあ、あとね、正直そのトニー・レオンとあの、はい、女の子誰だっけ、なんとか、あ、大久保妃な、いやいや、中国人の、あ、トニーレオンの方か、あっちの女の子ね、はいはい、あれとってね、カンフーって言われてもねっていう感じはしますね、うん、トニーレオン別にカンフースターではない、はい、あ、キャストね、あ、ここに乗って、あ、キャストここに乗ってるんで、はいはい、なるほど、はい、あ、はいはい、そうそう、トニーレオンはね、もともとあの、なんだハードボイルとかジョン映画とか、ね、はいはい、それからあとウォンカーワイの映画とかで、はい、あのすごくこう評価されてきた人なんで、あのやっぱこう調べてみるとカンフー映画らしいカンフー映画でグランドマスターしかないんじゃないかな、ドニー・レオンは、はい、なるほど、グランドマスターってなんだかよくわかんないんだけど嫌いになれない映画なんだそうですね、なんでしょうね、あれね、なんでしょうね、なんかこうウォンカーワイがね、はい、撮って、そう、ウォンカーワイって意外とこうカンフー映画マニアからはあんまり好かれてなくて、はい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 、と思うんですよ、うんうんうん、なんか気取った映画ばっか作り上がってみたいな感じで、まあね、うん、それ結構あのすごい共通認識みたいなね、うん、でもそうそう、あんまり嫌いになれない、あんまり嫌いになれないですよ、うん、なんかそうそう、不思議な映画、ね、頑張ってるなみたいな、はい、何年かに1回見返すそう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 、うん、まあ、そういうね、はい、はい、今日でも結構このお便りがすごい大量にいただいてまして、ね、あのありがとうございます。拾っていきたいんですか。それを拾いつつ、うん、あのいろいろ思うところを喋っていければいいかなと思います。まあ別にね、あの今更これあらすじを説明するということでもないので、そうそうそう、はい、皆さんもあのご覧いただいていると思うので、遠慮解釈なく喋っていきたいと思います。なんで俺シャンチーこんなニコニコ見ちゃったのかなと思っててね。はい。本当、うん、あの
なんかそれも今日のこの間はホークのモヤモヤが解消されないで終わりましたが、うん、今回俺のニコニコの正体が解明されるかもしれないっていうニコニコの正体は別にいいじゃないですか。別に楽しかったからニコニコ普通に楽しかったからっていうそれかな。そうよね、うん、それかもしれないね、はいはい。まあ、でもあれですね、先ほどのメールでもどなたかからいただいて、うん、違うか、うん、コメントでもいただいたんですけど、はい、そのあれね、直線的な、うん、その拳でつく、うん、クンフに対してこのなんていうの、あの手を開いて、はい、開いてね、円を描くような、はい、見なすような感じで、はいはい、あのおばさんが教えてくれるやつみたいな、うんうん、あれはなんていうんですかね、円を描くようなっていう、なんか足でこうスーッて円を描くじゃないですか、はいはいはい、あれはどういうスタイルなんですかね。あれは太極拳ですね。太極拳やっぱり、はい、はんはん、うん、あのでもあのそのおうちのお母さんみたいなんですけど、はい、ミシェル・ヨーの説得力の高さがあるやん。説得力の高さ、あの、はい、であれだからその、まあ言ってまあ、うちでちょっと話してたんだけど、はい、あのまあミシェル・ヨーがね、そのあそこの村の長で、うん、しかもまあ達人でであり、みんなを率いていて、うん、でまあ、彼女の言うこと正しいっていうことなんだけど、はい、それを見てる時にこのすあのなんていうの、このその要はその今例えばそういうそのいわゆるその、うん、マーベルなディズニーが作る映画の中でそういう意図して、例えばあの女のキャラクターにこういう、うん、あの責任ある地位を任せようみたいな感覚が全く感じられないのがすごいなと思って、はい、あのだってしょうがないじゃん、ミシェル・ヨーだしっていうさ、うん、でそのでだしっていうか、そのミシェルが誰か知らなくてもあの人が出てきたら、うん、まあ、この人もそういう人だよねっていうのがスッと分かる感じっていうのすごい良かったですよね。確かにわざとらしくない、うんうん、っていうことは思いました。そうね、うん、でまたあのあそこの隠れ里の人たちがですよ、うん、あの人たちが訳あってちゃんとあそこにいたっていうのがね、うん、そしてあの、うん、無意味に排他的なわけではない、うん、あの人たちはあの人たちであそこでもうたった一つの使命を全うしてたわけじゃないですか、うんうんうん、まあそう、そうだから今までね、はい、あのほら多分今後の MCU 作品、うんうん、で今まで出てこなかったけど、うん、ずっとあの世界には昔からいた人たちは、うん、まず必ず言い訳をしなきゃいけないです、うん、あの、うん、要するにワカンダがなんでお前らみんな無視してたんだよっていう、ね、そうそう、サノスの時なんだ何してたの問題、うん、これからね、あのポットでの人じゃなくてね、うん、それこそ何千年も前からね、私はとか言ったらね、うん、じゃあサノスの時何してたんだよ、まあそうね、今回もちゃんとそこにね、うん、あのうまく答えてる、忙しかった、忙しかった、うん、大変だった、こっちはこっちへの褒めるもん止め、世界が崩壊、破滅しちゃうんだから、世界を守ってる人たちがいた。あ、でもこれお便りであって、はい、あの村にあまりにも生活感がないと、うん、でね、あの確かに修行寝るしかない村なので、うん、で弁護することできなくもないかもしれないが、うん、確かに言われてみれば生活感はなくて、例えばイオク村とかと比べても、はい、明らかに生活感が低い、うん、あのみんなでもっとご飯食べてるところとかあればよかったなと思うんだけど、うん、もしかしたらカットされちゃったのかもしれない、わかんないですけどね、うんうん、でもあの僕あのジジイの主婦の人がすごい良くて、はい、あれあのね、後から調べてで昨日見直したんですけど、カンフーハッスルの大家の親父ですよね、はい、そうそうそう、ユンはジャッキーチェンの兄弟子ですね、うん、あ、そうなんですね、ブルースリーのあのスタントで、うん、あの、はい、あのドラゴン模様ドラゴンのオープニングのこの宙返りやったりとか。あ、そうなの？マジで？はい、勉強になりますね、今日は。勉強になる。キャー勉強になる。すごい。押すと何でも出てくるね。そうですよ。すごい素晴らしい。これをこれ。でもずっとスタントマンでやってて、はい、映画ちゃんとデビューしたのは、うん、あれですね、イースタンコンドルってサモハンのベトナム戦争で、はい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 、そこの敵役でやっとデビューしてっていう感じで、うん、そうなんだ、へえ、なんかあれみたいですね、なんかラストサムライの福本製造みたいな感じでね、あ、なるほどなるほど、はい、そういう感じでやってた、外から来た人をこうあの教えて、で自分は死んでいくみたいな、なるほど、あ、今回のね、役がね、はい、そう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 、そう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 、あの良かったですよね、彼もね、うん、すごく、そう、まあ、バイタツさんからですね、特に今の生活感かゆむ、うん、窮屈感満載の村、うん、窮屈感満載か、まあ、竜の目にペンダント入れるアホいシーンで帰ったらよかったかも、うんうん、まあ、まあ、もうちょっとその手心、竜の目にペンダント入れるシーンは、はい、なんかちょっと僕も調べたんですけど、あの VFX 担当の人がマーベル映画で、はい、
なんか説明する時のホログラムを作るのに飽きたんで、あのもうホログラムじゃなくしてくれということで考えついたらしい。なるほどなるほど。まあだからなんだって話があるんだけど、うんうんうん、目をはめると水が出てくるってやつですね。そう、あのあれそのまあそこのところは確か俺ちゃんちの結構弱いところだと思ってて、あのそのどういう計画だったのかと、その兄と妹をね、うんうん、とのペンダントを持ってくるにあたって、はい、あの お父さんの計画がよくわからない問題っていうか、うん、そもそもあれはだからお母さんが持ってて、はいはいはい、あそこにはめたら、うん、あれが分かる、道が分かるってことですよね、うん、それは知ってたってこと。それはだから知ってた、いつも暇な時はずっと見てたんで、いやだから知ってたけど入れたことなかったんじゃないですかそうらしいよって聞いてて、うんうん、やはり思った通りだっていうこと。そうそう、でも何十年もずっとただ見張ってただけっていうか、こう見守ってただけなんですよね。さっさと子供のうちに持ってきて、子供のうちに、ね、だからそこがちょっと弱いんですよ、うん、まあでもまあいいじゃないか。意外と全てがノープランっていう、あのお父さんノープラン感ちょっと結構すごいですけどね。あのやっぱね、そう、あの誰かも言ってましたけど、その、はい、本当千年生きてたにしちゃねっていう、ね、もうちょっとやることがさっていう感じはありますね、はい、まあでも千年生きてでもあの程度の組織しかできてないんで、うん、大したことないのかもしれない、うん、あんまりやる気なかった、あんまりやる気なかった。まああのお父さんがまあ、なんか全てを手に入れたっていうけど割と地味な暮らしなんで、あんまりそのあんまり楽しんでる、楽しんでなくて、なんかやっぱお母さんの時だけがしかなかったってことですよね、それはね。おそらくそうでしょうね。もう長生きしてこう何でも手に入れてはきたけれども、本当の幸せを見つけたんでしょうよ、お母さんと出会ってね。まあそうね、それがああなっちゃったんだよ、もうそれがああなっちゃって、それも自分のせいだったんだけど、全部お前のせいだってことにしたからっていうことだよね。そうですそうです。まあそこでちゃんと息子シャンチーがですよ、はい、バカな、そういうバカな親父にね、うん、最後の最後でちゃんとね、あんたバカかって言うでしょ、うんうん、おめえのせいじゃねえかみたいなこと言うじゃないですか、うんうんうん、あそこ良かったですね、うん、なんかね、うんうん、あそこのね、でもその最後の竜が出てきて戦う時になって、うん、そこまで割となんか最初もうちょっとこう、あのなんかそれこそなんだろう、なんて言ったらいいの、もうちょっとこうグリーンっぽい感じだったのが、はいはい、あの戦闘始まったら背景が急に水墨画っぽくなるとかも俺は結構おっとか言って、結構おなのかよく分かんないですけど、経理みたいな感じになりましたよね。うん、あれもちょっと良かったな、うんうん。でもカンフー映画って意外とこう親子で戦うっていうのないんですよね、うん、親と子が対立して戦うっていう、うん、なんか親を殺した敵と戦うとか、まあ、そうですよね。あ、それはね、儒教観ってことかな、ということだと思うんですよね。大概だって親を殺した敵と戦って、うん、そうそうそう、倒したところでバーンって終わる、バーンっていきなり襲撃って、そうそうそう、うん、でもそういう儒教的なものとかが今回だからと戦う話なわけだよね。そうだよね。だからまあだからそれこそだからその最初の方の、うん、はい、そのまあそのタイガーマムの話もそうだけども、だからそういうそのだからやっぱりそのアメリカの中国系2世3世にが一番刺さるとか、そう思いますね。あとまあ若い世代に刺さるってことなんだと思いますけどね、うん、うん、結構その いろいろあるとは思うんですけど、うん、あのいやブラックパンサーがね、うん、そのブラックパンサーは結局あれが黒人があれだって言ってもそのアフリカの黒人にとっては関係ない話だと、うん、はい、あれはあくまでもアメリカ の、うん、のアフリカンアメリカンにとっての話であって、うん、っていうのと同じで、これもそのチャイニーズアメリカンであったり、うん、あの要はそのアジア系のアメリカ人にとっては非常に大きな話だと思うんですけど、うん、そのある種こっちからするとそうなのっていうところがあるじゃないですか、うん、まあ、関係ないとまでは言わないけど、うんうん、まあその、そこの辺、そこで、あの要はその自己確立あるいはその自分 の、 そのヒーローとしてね、うん、見る対象になれるかっていうと結構難しいところがあるんじゃないかと思うんですよね。なるほど。でもなんかほら、なんか僕とかはなんか普通になんか自分なんだろう、その親の親っていうか、はい、そのなんだそういうそのなんか伝統的な世界観とか家父長制とかい う、はい、いうものとはちょっと断絶してる気がするし、自分は、うん、でそのなんかその竜とかかっこいいと思うけど、うん、なんかあの男女7歳にしてとか言われるとなんかふざけんなと思うしみたいな、はいはいはい、そういう感覚には全、うん、まんべんなく訴えるところはあるから、うん、だから世代っていう風に見ることもできる、うん、だから そこは多分あのブラックパンサーよりこっちの方がそこのなんつうの、うん、普遍性は少し高いんじゃないかという気もしますね、うん、親の過剰な期待に対して俺はこういうふうに行きたいんだっていう方向に、ね、っていうね、うん、
でそれはでも人種問わず、うん、だからそのなんだろう、チャイニーズアメリカンだとよりそれが際立ったかもしれないけども、はい、割とまあまんべんなくいけんのかなっていう気もする。まあ確かに特に中国系アメリカ人の人たちにすごく響くところがあるんだろうなと思ったのは、うん、それこそだからそのタイガーマム的なお母さんというかね、うん、からはあのちゃんと勉強してあの医者なれの弁護士なれのって言われるかと思えば、うん、親父に再会してみたら、うん、あの君名前なんていうのみたいな、うん、ケイティですみたいな、いやそんな名前じゃなくて中国の名前はって聞かれるっていう、うん、ルイ・ウェンって言ったっけ、ね、そうそう、そんな名前を、だからなんか親父の方は親父の方で、その何、ちゃんと中国人としてのお前さっていう、うんうん、誇りをやなって言ってくるわけじゃないですか、うん、でもさ、だからそのどっちもどっちもトリズムが結構あって、そうそうそう、それこそオークワフィナがだからそのあの大体何でもちょっとやって少しできるようになって飽きちゃってとかって、うんうん、続かないのやってたら、あそこのあのなんだあの伊吾村のおばさんに、うん、あのね、狙わなければ的を当たらないのじゃって本当のこと言われちゃって、だからそういう、うん、一理あるみたいなね、あの一理ある感っていうのは、うんうん、あのなんていうの、伝統的なことって全部嫌いとか言っても、うんはい、一理あるところっていうのは必ずあって、まあ、確かにそれがどういう文脈にあるかっていうことだから、うんうん、あのなんかその押さえつける感じで言われたらあれだけど、あそこであの人にあのおばさん言われたら、うん、いやまあそうかもな、弓を打つんだしみたいな、まあ、そうなんか仕方もあるかもしれないっていうことはもう、うん、そうやっぱなんか割とそういうアイデンティティ的なところでなんかこう板挟みになっているっていうところはあるんだろうなって、うん、そこを拾っているから結構あの響くところはあるんだろうなと確かに思いましたね、うんうんうん、なるほど、はい、はい、さあ、で、あの村はどこら辺にあるんですか、ね、どこにあるんですか、場所は異次元じゃないですか、いやいや、え、そうなの、なんか竹林の奥です、竹林の奥、あれ異次元って言ってましたよ、あのだってその竹林の奥で、あのあそことあのポータル通るじゃなくて、その後で、いや、あの通っていく間に異次元に行っちゃう、いや違う違う、最後にポータルがあって水のポータルが出てそこを車で突っ切ってきたじゃないですか、うん、洞窟の中に、うん、だから、そうそう、あの洞窟はどこにも繋がってなくて、うん、そこに急に車が出てくるから、うんはい、あそこがポータルで竹林までは一応こっち、うん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 、でそこに来たら多分潰されて死んじゃうってことだ、うん、あ、いやいや、だからそれどこら辺にあるのかなと思って、え、ブラザーえ、だから異次元はどこら辺、意外と近いのかなっていう、異次元の入り口がね、マカオからさ、そうそう、まあ一員、まあ夜出て朝つけるぐらいのところですよね、あの感じからすると、うん、いや空から行ったらいいんじゃねえかとか思ったりとか、ね、そうそうそう、車で行くから異次元だ、異次元だ、車で夜出て朝つけるぐらいだからぐらい、はい、まあ、いや、あれがね、そのマカオに行くじゃないですか、はい、で、あれ、あの、まあ、要はその地下格闘っていうイメージで、うん、だからマカオっていうことになったのかもしれないですけど、はい、やっぱ香港に行くっていうのはなかったんですかね、それすごい思って、つまり、はい、まあ、これいろいろ問題があって結局その中国で売れなくなってしまったというか、うん、中国で公開できないようになったらしいんですけど、でも多分香港を避けたのって、うん、多分中国に売るためですよね、おそらく、うん、まあそうでしょうね、うん、はい、香港にしちゃうと多分いろいろ共産党刺激するからというんで、うん、いうこともあってマカオにしたんじゃないかなっていう、うん、考えすぎかな、でも多分そうだと思うんですよね、だってやっぱここまで香港映画リスペクトで来るんだったらやっぱり香港に行ってほしいじゃないですか、そこは。それは確かにね、やっぱりでも、え、中国ではじゃあ公開できないんだよね、上映禁止になったみたいですよ、それやっぱりあれですか、あのなんだろう、その家父長制での、まあ、多さがけしからんみたいなことを言うからなんですね、だから僕ちょっと結構そこに関しては微妙、うん、そのこれ、うん、結局マンダリンがね、マンダリンがあんなその、はい、中国人への偏見をにしめたキャラクターではなくなったとしても、うん、じゃあトニー・レオンだったらいいのかっていうと、うん、でもやっぱりこれも一種ステレオタイプじゃないですか、はいはいはい、神秘の東洋人の、うんうんうん、そこは残ってるん で、うん、でそこが最終的には引っかかったんじゃないかっていうふうにも言われてましたね、なるほどなるほど、だからそこはそのじゃあそのアップデートしたからじゃあ全然 OK かっていうと多分意外と、うん、そうは言ってもなかなかこの抜きがたい偏見みたいなのはあって、うん、まあ、漫画ですから元は、うんうん、まあ、でもそこまで意識したかわかんないですけど、一応中国であの格闘技 の、 あの国際的なこう大会開かれるの全部マカオなんですよ、うん、まあまあ、マカオのホテル、あの カジノで、はいはい、あのホテルでこうやってるって感じなんで、だからまあ、それはあのラスベガスでボクシングの試合やるのと同じで、それと一緒であの格闘技のメッカはマカオなんですよね、うん、中国、なるほどね、まあ、そこまで考えたかどうかわかんないですけど、
あれマカオって直行できるんでしたっけ？一回香港から行かなきゃいけないんですか？香港から行った昔。俺もそう。香港から船で行きますよね。ねえねえ、はい。でもなんか今のマカオすごいね、なんか未来都市みたいで、ね、ラスベガス抜いちゃったっていう、そうそう、うん、あれ行ってみたいけどね、うん、でもそうか、これ なんかね なんだろう、その逆にその中国の人とかだって見たいしさ、見たら盛り上がる人の方が多いと思うんだけど、まあそれはそうでしょう、それね、残念な話ですね、本当にね、うんうん、ものすごい海賊版が出回ったりしてるんでしょうね。まあ、それはそうでしょうね。まあでもなんか俺が見た限りあんまり出回ってないっぽい、ね、見た限りとか聞いた限りですけどね、なるほど、うん、なんかあの変なハンディカムで撮ったやつとかしかないっていう話を映画泥棒みたいなやつが軽く小耳挟んだわけですけど、はい、っていう話ですよ、はい、っていうね、あのしかしそうでもね、あとはあのなんでしょう、あ、じゃあお便りからいきますかね、お便りからいきましょうか、はい、はい、質問、あ、質問編、質問系、あ、これ僕に質問と、あ、僕さんに質問、なんと、あの私が前回あの いわゆる家系映画家系、まあ、俺たちファミリーって言って最後こう敵も味方もこう、はいはい、浜辺でバーベキューをして、はい、一件落着という映画いかがなものかっていうね、うん、俺たち我だけどファミリーみたいな、うん、そういう映画を総称して私家系映画と言って、うん、随分あの文句言ったもんですけど、はい、ワイルドスピードみたいなやつですね、そう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 、うん、まあ今回もまあ家系というか家系っていうか、うん、なんですか、別にその家族が家族だし描かれていたら家系ってわけではございませんので確かにね、あの特に私は別にそんなあの家族そのものを憎悪してるわけではございませんので中国文化としての強い父、それに悩む息子、存在を無視される娘を描くのは文化表現としてありかなと思いましたが、今回の家系映画はいかがでしたでしょうか、うん、まあまだそれは今回はだけど良かったんじゃないですかね、うん、そのまあその割とマーベルスタジオが何度かやってるキャプテンマーベルとかもそうだけど、いわゆるその家父長制、うん、パターナリズムってやつですか、うん、ぶっ飛ばすシリーズなので、うんうん、逆にいいんですよそれは、僕あの逆家系ですねこれは、逆家系、うん、親父ぶっ飛ばし系、うんうん、でそれこそさっきのブラックパンサーいかがなものかって言ってたのは、はい、そこのところがすごいこう未整理というか未解決でもやるっていう、うん、結局その親父ろくでもねえじゃねえかこいつっていう話なのに、うん、一回ブラックパンサーが死にかけて、はいはい、あの再生するときに、うん、一回その黄泉の国みたいなとこ行って、うん、親父に会うじゃないですか、はいはいはい、そう、もうあそこで一発親父ぶん殴ってるよ、ね、てめえのせいでございますっていないこんなに苦労してんのに、そうそう、でも半分なんかあのまだリスペクトを捨てられないって、はいはいはい、それでまあ父よみたい なんかそういうね、うん、だからちょっとね、そこへ来ると今回はやっぱり親父ろくでもねえって親父ぶっ飛ばし系ですから、もう親父もあんだけやっぱもうね説教されて力の差を見せつけられたら改心せざるを得ないかなっていう感じじゃないですか、今回は良かったし、今これコメント欄で、はいはい、ペン&ゲインは家系バカ系です全然家系家系ではないですあれはあの頭の悪い系ですね、あの人たちはまあ割とね、うん、家っていうものもよく分かって、分かってない、家もないしね、うん、そうね、ノラのバカの人たちの話だから、そうですそうです、うん、ノラ系ノラ系、はい、うん、かもしれないです。そう、家系と、僕の声が小さい、すいません。家系と実際の家族は分けよう。そうですよ。だから、うん、あのちょっと家系と本当の家族とまた別ですから。家族全般、家族が描かれているからあの家系というわけではございませんので、なんていうか。そうね。はい、普通の人々とか別に家系じゃない、ね。家系じゃないです。逆にあれだって仲悪いですから。あれ悪い。はい。うん、はい、あのなんか。ウェイって言ってるんだけど、俺たちファミリーって雑い感じでまとめるのが家系ってことです。なるほど。ね、なるほどね。なのでそこはご理解いただきたいという、はい、さてところでですね。なんだっけ。あの皆さんのおすすめのカンフー映画を教えてくださいっていう質問が来たんですけど、あまりにもですね、あのざっくりしすぎだろうということで。おすすめのカンフー映画。ただ今回の映画。うんうん、はい。から連想してこれも見とけばっていうのはあるでしょう、なんか例えばっていうところでは何だろうか、
なるほど。とりあえずどうでしょう。指揮者から、はい、一言。まあただこのね、あのテンリングスってあの、はい、まあ、要はあの甲賀剣の、はあはあ、はい、鉄線剣っていうその、まあ、内功を鍛えるための剣法があって、はい、そこでこうあの鉄の輪を腕にはめて、はい、あの鉄手剣っていうやつらしいんですね、このリング、はい、これを10個ぐらいはめて、まあ、あの訓練するっていう、まあ、あれトレーニング用の、はい、もので、あれの重しをつけて腕を鍛えるっていうやつなんですけど、うん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 、まあ、それが描かれてる映画としてはやっぱカンフーハッスル、チャウシンチの映画とか、はいはい、まあ、昔のやつだと、勝利に36号とか、うん、まあ、そういうところになるのかなと思っていて、うんうん、はい、ちょっとね、そうそう、ちょっとじゃあパワポを見ながら、またなんとパワポ、今日もパワポの時間がやってまいりました、はい、はい、パワポ大好き、はい、パワポタイム、はい、じゃあパワポを、ホークさんに操作してもらいます。スーパーパーそっちから操作しておくの。持ってきます。わわわ、今操作します。はい、はい、これ見ながら言いましょう。画面が切り替わりますので、ね。画面が切り替わる。これから今日のパワポ、今日パワポの時間です。はい、行きました。はい、大丈夫ですよ、ピッピッ。じゃあ僕がやりましょうか。じゃあ皆さん、これね、押していけばいいの？こうするの？ピッピッ、あれ？こう。どっち？上に上げていくんじゃないですか。こう。え？戻っちゃってる。だめ、三国志とか出ちゃってる。三国志。あ、こっちか。こう？そうそうそう。これでカーソルで上げていけばいいんじゃないの。こうじゃない、こっち、こうじゃない、外れた、はい、シャンチーの初登場はマーベルスペシャルエディション1973年ね、うんうん、この頃にだからあれですよ、後ろにいるのがフーマンチューだもんね、これね、そうです、そうです、うんうん、だからこの頃は割とマーベルはあれですよね、その今はクンフー流行ってるんでしょみたいな、はい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 、だからシャンチーだけじゃなしに、あのパワーマンとかね、あのルーク・ケイジですよね、うん、あれは割とブラックスプロイテーション寄りのあれですけど、はいはいはい、あとはあのアイアンフィスト、うん、ネットフリックスでドラマになったりしましたけど、なるほど、割とそういうちょっとなんていうんですかね、エクスプロイテーション路線みたいなところがあって、うんうんうん、その頃に大量に登場した、まあ、でもそっか、73年、73年、モヨドラゴの年ですよね、なるほどね、うん、まあ、だからそういうことですよね、はい、はい、さてマスト・オブ・カンフーに解題、はいはい、題名が変わったということですね、はい、これすごいトレース疑惑のありそうな絵ですけどもそうなんです、まあそれはいいとして、はい、アクション、ドラマ、スリル、うん、アンド・マッチ・モアって書いてある、アンドマッチもいろいろやってたんですね、はい、ちょっと面白いこっちに、ね、はい、いいですよ、はい、さて次、はい、はい、マーベル初のアジア系ヒーローはジミー・ウーだと、はあはあ、うん、まあしかしね、うん、イエロー・クローですよ、ちょっと言い方にちょっと後のね、うん、まあ、まあ、全体的にどうかと思う感じですけども、これはね、今となっては、ね、まあ、1956年ですからね、まあでもまあこれもだからそんなやっぱ風満中的なね、はいはい、ものから脱却できていないと、うんうん、まあでもまあそれはね、まあ本当にあれ戻っちゃった、これ画面パワポ出てます、まだパワポ出てます、あ、そうなのか、出ている、はい、時々切り替えてる、あ、そうですね、はい、これはこれはジミー・ウーっていうこの人がアントマンに出てきた、なるほど、アントマンに出た時のジミー・ウーですね、はい、ワ、はい、まあ、ンダービジョンにもね出てました、そうそう、出てる、はい、次、英語圏最初のアジア系ヒーローと言われているグリーンタートル、はあはあ、それは1944年、覆面の覆面で、うん、覆面の下は実はアジア系だという、はあはあはあ、あの実際には、覆面脱がないん で作者はアジア系にしたかったんだけど、そんなダメだって言われて、なるほど、なるほど、本人としてはアジア系のつもりっていう、なるほど、さて次、まず、あ、これね、そうだね、はいはい、ということですね、はいはい、でそれがリブートされた2014年にリブートされていると、うん、これちょっとなんかあまり割とアンダーグラムコミックみたいなとか、そんな感じです、オルタネティブコミックみたいな感じですけどね、これはね、なんかね、あれですよ、たまたまこの間そのラジオっていうかポッドキャストで話を聞きましたけど、うん、聞いただけなんですけど、はい、うん、パブリックドメインのキャラクターになっちゃったんで、うん、それはまあ、その今今じゃあちょっとリブートしようということで、うん、やってる、新しい人がやってるという、コミック版シャンチーの元ネタ、元ネタ、はい、これ今出てる、これ今出てるコミックですね、はい、ブルース・リーではないじゃないと、うん、はい、もっと燃えよカンフー、燃えよカンフーですね、はい、はい、燃えよカンフーなんですか、なるほど、うん、はい、というかで殺されるビルことデビッド・キャラダインが、はい、うん、あ、リブートされてんの、モヨカンフドラマになってましたよね、そうなんだ、あ、女の人で、うん、まだここ見てないですけど、なるほど、
あるいは食風満中ね。そうね、まあ、燃えよカンフーのコミックアダプテーションをマーベルコミックはしようとしていたんですが、まあちょっとなかなかまとまらずと、うん、いうことでオリジナルキャラクターシャンチー、しかもそれが風満中の版権を持ってましたん で、うん、それでね、その息子っちゅうことで、やったろうかっていうのが73年からの、シャンチーというコミックシリーズであったと、はい、いうことでございますね。なるほど。まあでもだから風満中とかねではだから本当にそのまああの明皇帝とか浦島、はいはい、さんとかと一緒で、まあそういうその得体の知らない魔術を操る、はい、あの恐ろしいアジア人でそのクランを持っているっていう、うん、まあそのもののまあ元祖みたいなもんですけど、うん、元祖っていうかその提携中の提携ですけど、あの風満中だから昔はシリアル あの映画になったり、その後だから、クリスパー・リーがやったり、うん、ピーター・セラーズがやったコメディが、まあ、我々が生きてる時だと 僕とか子供の時だから天才悪魔風満中、ね、風は言うミスター風満中って言ってましたね、はい、で、シャンチーは風満中の息子という設定でスタートしたと。風満中は、まあ、ともかく大人気だったんで、はい、その、まあ、その頃のアジア系の悪役って大体風満中の影響下にあるっていうぐらい、うんまあね、ただまあこのそれこそそのアジア系への偏見を煮しめたようなキャラなんで、うん、そのままできんのっていう話だったですよね、うん、今はさすがに無理でしょっていう、まあ、風満中が一番最近映像化されたのはグラインドハウスの、はいはい、2本立ての予告編の中のロブゾンビが作った SS ナチス神経隊の狼男の最後にニコラス・ケイジの風満中役で出てきて高笑いっていう、あれが一番キンキンだと思いますけども、はい、テンリングス、そう出ました、はい出ました、テンリングス、あこれはねさっきの、あ出ました、少林寺36棒、はい、今日もこれ見てから来ました。あ、なるほど。このすごいオープニングだけでお腹いっぱいっていういい映画ですね、はい、はい。このあの監督したら、ね、あの、はい、あ出演のリュー・シャーフィーのお兄さんのラウ・カーリョンっていうのが監督してるんですけど、ラウ・カーリョンがあの高架圏のものすごい達人で、はい、あのいわゆるウォン・フェイフォンの弟子の弟子がお父さんみたいな感じの人なんですけど、なので高架圏系の映画をすごいいっぱい撮ってるんですよね。だからこれもオープニングからこの、あそうですそうです、で高架圏はあの、ね、なんだ南の方の南波少林圏っていう南の方の少林寺 あの憲法なんで、まあ、その南の方だと揚子港があるんですけど、はい、そこの船の上で戦うために腰をどっしり、うん、あの下ろして戦うので、うん、足技あんまり使わずに手技中心のやつで手をひたすら鍛えるっていう、キャーミングなすごいそういう憲法ですね、はい、船の上で戦うために足技じゃなくて上半身メインになる、はい、なるほど、すごい、そうなんだね、さて、はい、出ました、はい、カンフーハッスル、はい、カンフーハッスルのこれ福屋のおじさんですね、仕立て屋のおじさん、仕立て屋、はい、はい、やっぱりこれもこれもこの人たちやっぱ片手に10個ずつつけてますよね。そうそうそう、だからあの割とあのチャンシー、はい、あれシャンチー少ない説、5個ずつ、5個だけだからね、はい、やっぱもっと皆さんねいっぱいこう、うん、あるんですけど、はい、そこはテンリングスっていうところに合わせなきゃいけない、はい、合わせなきゃいけない、あそうか、片っぽ10でもいいんじゃないの、いや20じゃん、そういうことか、はいはい、はい、で次が、あこれがね、はい、まあ、まさにカンフーハッスル、まあ、これ基本的にはだってそのあの重しで、重し訓練用で、まあ、武器にもなる、ウェイト、はい、あそうですね、はい、これを飛ばして攻撃するとかいうことではないない、ね、まあそう、あのビームで繋がったりはしないよね、繋がんないし、ね、ぐるぐる回って波動拳みたいにならないってこと、ね、逆に今回の映画でこんな使い方ありなんだっていうのは結構目から鱗っちゃ目から鱗なんですよね結構新しいなんかアクションでしたよね、はい、あそうですね、 あんな武器って見たことないから、はい、今まで、まあ、手の延長線上みたいな感じのなんかすごくかなり変幻自在で、はい、それも楽しかった、キャップの盾みたいな使い方がありますよね、はいはい、でこれは、カンフーハッスルのおばさんですが、はい、これ俺がちょっと入れたくて入れちゃったんですけど、この人は、黄金城を持つ男の、うんうん、女子高生カンフーファイターの右のこれ、はい、これともどうテコンドーなんですかね、なんかあこれもでもね、あれなんですよ、あの名前見て分かると、ユン一族というか、あのこのジャッキー・チェンとかと同じ、うん、あのなんだ狂撃グループの、あの人で、そういうことか、だからあのみんなユンってつくんですよ、さっきの、あのユンワーもそうですし、はいはい、あれだな、ユンブンとかユンケイとかいろんなこうユンシリーズがいて、サモハンも同じ、もともとユンなんとか名前ちょっと忘れてる、ユンピョンもそうです、そうか、もちろんみんなだからユンっていう名前をもらって、そのまま映画館にみんな映っていくっていう、すごい、はい、今日の勉強になるな、ね、すごい
でまあね、この間黄金銃を持つのところを見返したんですけども、はい、あのここはねなかなか女子高生がハイキックでカンフーで戦うっていうのは、はい、多分これが初めてぐらいじゃないですか。ちょっと早すぎました。あのその制服の女子高生みたいなのが出てきてるね、はい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 、というあでこれがさっきのユンワーさん、はい、今回の、シフ的な、うん、あの矢のおじさんですね。そうですね、はいはい、あ、本当だ、まあ、これが模様ドラゴンで、はい、でもそのジャンプしてくるってやつとか彼がやっていたと。あ、そうです、そうです、はい、すごい、なんでも分からない。あとこれはみんなで記念写真撮ってるとこですね、はい、楽しそうだな。レーザーフィストめっちゃいいやつじゃんレーザーフィストどっかで見たと思ったらこれはあれっすな、はい、あのドラゴンの息子ですね、はい、フリード2の、はいはい、あー、あいつか、はいはい、なるほど、もともとボクサーでね、うん、はい、そうかそうか、へー、よかったね、とかね、うん、はい、そしてこれはこれ何ですか、ジャッキーチェンの、これはポリスストーリーの3なんですかね、これ、はいはい、あれ、これも出てた、はい、ね、共演してましたと、はい、でミシェル・ヨーシリーズ、はい、はい、ガーディアンズ2、はい、実はもう MC には出てた、 MC に出てたんですね、はい、はい、あでこれが全然関係ないですけど、はい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 、なんかそのハリウッドじゃないですけどアメリカ映画で、はい、あのクンフーなんだけど、うん、その要はあの今回そのシャンチーって特徴は彼が、はい、その要はあのバッドアスじゃないっていうところに結構でかい特徴があると思ってて、でそのブラックスプロテーションとかのヒーローって基本的にバッドアスなんですけど、はい、そうですね、あのラストドラゴンは非常にその直にブルース・リーの影響を受けてるんで、あの朴突で真面目で童貞っていう辺が今回結構あのシャンチーともちょっと近い通じるものがあるかなと思って、ね、そうそう、でこれはまあモータウンの映画ですけども、はいはい、これいい映画でしたね、いい映画ですよね、日本で今全然全く見られない状況にあるということで、うん、ぜひソフトとかも出してほしいと思います、はい、ということで、あ、出ました88 Rising、うん、はい、これですね、これがまあさっき言った、そのリッチブライアンですね、まあ、リッチチガーっていうのはちょっとその中国系をだからチャイニーズとニーガーを足した言葉で、それをわざと使ってたんですけども、さすがにそのメジャーっていうかあのアメリカでやっていくときにそれをあえて名乗ってたんですけど、やめにして今はリッチブライアンで、これあのじゃあこうね、デコトラとかもね、初期のこれこの時15歳ぐらいですね、そんなもんですわな、そんぐらいですね、そんぐらいでもうバリバリで、もうでもその彼は非常にセンスも良くてですね、まあ全部 MV とかも面白いんで見たい人はぜひ、インドネシア出身ですね、すみません、さっきシンガポールって言ってましたけど、インドネシアです、うんうんうん、で彼は、英語は YouTube で、ラップは YouTube で覚えました、はい、で2期、はいはい、これもそうインドネシア出身、シャンチンは不参加、88 Rising には、あ、日本人アーティストもいるんだ、新しい学校っていうね、ニュースクールってこと、ニュースクールってことね、うん、めちゃ、これシャンチン出てても不思議じゃない感じですよねもはやね、うん、なるほど、すごいな、狙い目がすごい、あ、出ました、はい、モーリスちゃんというか、はい、コントンですね、コントンというやつ、コントンというやつですね、うん、まあこれだけ見ると確かにポケモンですわポケモン感ありますね確かにね、コントンちゃん、はい、そしてあ 39.95 ドルでこのぬいぐるみがこれ欲しいな欲しいなかわいいですね、これえオークワフィナとのセットで20高えな結構いやだけど23ドルもすんのそんなもんか、でも最近は原価が上がってるしだよね、これ、まあ、夢枕バークの絵本ですねこれ、はあはあ、そうと、ということで、はい、本日の、なんだろう、パワポコーナーこれにておしまいということですね、はい、まあオークワフィナが良かったですね、いつものオークワフィナではありましたけれども、うんうん、いや、オークワフィナもすごい良かった、うん、いや、いつものオークワフィナだけど、なんか昨日見返して、はい、なんか、やっぱ全然すごい、めちゃくちゃいいなと思って、うん、そうね、でもなんか最初のその、なんだろう、分かってから、マカオに着くあたりまでもすごいし、なんかオークワフィナ、今回良かったのオークワフィナはそのコメディリリーフってだけじゃなくて、うん、シリアスのところも、そうね、きっちり入れてきてて、うん、で、そこのバランスが、まあ、絶妙だったなというふうには思いますけども、あの人主人公のサイドキック枠っていうことで言えば、うん、今まで一番なんじゃないかなと思いましたね、確かに、うん、まあ今までそれこそだからドクターストレンジの相棒ウォンとか、はい、あとはあれですよ、ドンチードル、はいはいはい、あと誰いました、
バッキーは途中でおかしくなっちゃったしな、うん、バッキーその枠だとちょっとあれですよね。いてもいなくてもっていうと言い過ぎかもしれないですけど、うん、別にっていうところですよね、うんうん、やっぱこうちゃんと楽しく、うん、でもなんかさ、うん、締めるとこ締めるっていう。だから最後あのウォンが迎えに来て君も君もおいでって言われてたじゃないですか、うん、もうあの2人でセットで営業ってことですよね、うんうんうん、そうそうそう、ね、あのそう置いてけぼりになるのもすごい良かったですよね、うんうん、君もだよっつって、うん、でみんなでだってまあカラオケ要員、そうカラオケ要員だし、仕事があるかもしれないですけどね。それはとっても良かったです。あとそれでやっぱりもうそのほら、男女の中にはならない、うん、っていうか別にそれはなるかもしれないけど、うん、お前らの知ったことじゃないっていう描写がすごく良かったと思って。まあ普通に仲良しだからね。そう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 。あそこは新しいとこだなと思いましたですね。うん、ああそれ確かに今回そのロマンス要素がないっていうね、うん、あのお父さんでやってるから、はい、そう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 、そこ以外はないもんね実際、うんうん、それも面白かったな。なんかちょっといろいろと実は MCU も捨てたもんじゃないって言っちゃう、僕が言ってもなんかねあの偉そうですけど大したもんだなと思うのは、割と新しい感性というか価値観をちょいちょい入れてはくるよなと思って、うんうん、それこそだからその別に女の子と男の子で別に仲良しでもいいじゃんとか、あるいはその今回の妹がね、あの最終的にまあ敵か味方かよう分からんけれどもっていう会社もらうとか、あるいはそのほらこの間のブラックウィドウの妹とかも別にそのなんかどっちにもこれから転びうる感じ、別にそのヒーローだろうがヴィランだろうがアンチヒーローだろうが、それは別にこれから考えるみたいなところね、うんうんうん、その辺のなんかこうどっちつかずっちゃどっちつかずなんだけど、うん、まあそのもう今決めないっていうところが、まあ、確かにね、決めちゃうとその後はだから果てしないバトルをやるしかない人生になっちゃうわけで、まあそこはそうだ、そうだね。僕結構文句ばっかり言ってるんですけど、やっぱうまいこと作ってるなってそう思いますよね、はい、と思うのと、やっぱりそのただそれはもう一つまあいい部分っていうか、結局その、MCU っていうかそのマーベル宇宙の中でその超大物ではないわけですよね、言ってみれば、はい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 、この人もね、うんうん、そうだし、まあ、ブラックウィドウも、まあ死んじゃった、まあ、ブラックウィドウはまあそれなりに有名ですけど、うん、そうは言っても所詮ただの人ですから、うんまあ、それほど大したことないって、いわゆるその本当のスーパーヒーローとはやっぱり違うわけで、うん、その分でも逆にその分いろいろ自由が効くわけじゃないですか、うん、キャラクター的にね、うんうん、でそこで結構そのさっきからずっと文句言ってる東洋人のステレオタイプみたいなことも、うん、とかその毒親の問題、うん、まあ要はその家父長制の問題とか、そういういろんな問題をちゃんと処理する、うん、きちっと見せるっていう部分ではすごいまあ頑張って、うんうん、まあ、どんなに頑張っても、ね、僕は割と性格が悪いんで、頑張っても所詮漫画だろうとか思っちゃうところあるんですけど、うん、あでもね、それはそれはね、それはだからその僕も見てちょっと昨日とか思ってたことなんですけど、うん、でもこんぐらいの要はエンターテインメントの真ん中の、うん、その非常にその客を選ばない映画のシリーズがあって、それの中で語られる、うん、それなりのまあ、モラル、うん、で別にそれ間違ってないしっていうね、うん、部分で、でそれを別にだからそのでなんかだんだんそれを押し付けがましくない感じでうまくできるようになってきてる感じっていうのはすごい感じるし、でやっぱりなんかそんぐらいがなんかエンターテインメントの映画の中での、うん、説教のなんかこう割合感とか強度の問題っていうのは常にあるけど、なんかその間ちょうどいいところも下がってるから、うん、あ、そうっすよねみたいな感じになる。すごい上手いと思う、うん、上手いし、いいと思うんですよ、うんうん、でこれが多分その今後ね、で次はまあエターナルズ、うん、エターナルズだったら、うん、あれは神人間じゃないから、うん、こんな話できない、うん、し、あるいはファンタスティック4だったが多分やるんでしょうけど、うん、ファンタスティック4だったら、うん、もうそれも宇宙で神と戦うような話になっちゃうわけじゃないですか、うん、だからこの人たちは本当にその、まあ言っていれば地上で、はい、まあ、変な異次元の悪と戦ってますけど、うんうん、まあ、基本的にはただの人ですから、ただの人がそのどこにも普通のチャイニーズアメリカンの人生として生きている人だから、それをできるっていうのはいいことですよね。そうですよね、うん、でやっぱどう
なんか飲み会で説教されたら同級生に自慢話したのにまた馬鹿にされるみたいなことで終わる話ですからね。うん、なるほどね。確かになぁ。はい。なるほどね、うん。まだまだいきますか？まだまだいきますか？うん、はい。あ、ドラゴン出てきちゃう MCU のリアリティライン破壊問題はどう思いますかって、まあ、そういう、そうですか、でもちょっと待ってください、あの異次元から出てこないからね、はい、うん、それにあれですよ、あの喋るアライグマがメールを送ってくる世界ですから大丈夫、今更何言ってんの、はい、歩いて喋る木とか、歩いて喋る木とかですね、うん、はい、そこ大丈夫なんじゃないでしょうか、そこは大丈夫な気がするな、うん、うん、確かに、そうそう、そうね。ちょっとメールをですね、せっかくいただいてるからね、はい。ちょっと待ってくださいね。今日、本当多いですよね。そうなんでございます。うん、今、だんだんこれが増えてて。はい、これ読んでるだけで終わる。そういうことです。確かに。楽でいいや。楽でいいや。はい、シャンチー最高でしたというステアカウントさんから、うん、はい、なんといってもバスのシーンが最高です、うん、個人的にはスパイダーマン2の列車シーンを超えて、うん、アメコミ映画最高のシーンになりました、うん、敵を自分の車両に誘導して乗客の命を最優先にするところは純粋にヒーロー的だし、うんうん、誰でもできる仕事だとされている駐車係のスキルを使って人を救う姿に冗談じゃなく泣いてしまいました、うんうん、キレキレのカンフーアクションの中に笑いが入ってくるのもジャッキー映画のようで楽しかったし、うん、高級車を大量にぶっ壊してブレーキするという最高すぎるオチまでついてきて絶頂しそうでした、うんうん、正直映画の後半はあまり好きじゃなかったのですが面白いこのバスシーンだけで100億点上げたい作品ですまあそうかも、そうですね、あれでもすごくって、あれサンフランシスコで、うん、あれは本当はミニっていうね、サンフランシスコのその交通システムなんですけど、ミニはなんかブレーキが壊れて暴走するっていうのがダメだからロゴ使わせないって言ったらしくて、うん、それで結局そのまあなんか似た感じでやってるんだけど、はいはいはい、あれ全部オーストラリアで撮ってるんですよ。はつまり、はい、そのバスの物があって、はい、それがの周りのカメラがぐるぐるしながらいろいろ撮って外全部合成っていう、あそこ全然走ってない問題、もう全然わかんないですよね。セットで撮ったってこと？いやセットじゃないです、セットじゃない、だから車両だけあるところで撮って、あとサンフランシスコの背景だけ外を全部撮って合成してるっていう、すごい、なんという、だから、まあ、多分その行って撮ってるところなんかはあるのかもしれないですけど、うんうん、ほとんどそれだなんで、オーストラリアで、オーストラリアでやってるということらしくて、ちょっと私はびっくりしてしまいました。すごいことやるの。それは本当にそういうの全然見る目がないから、はい、全部本当だと思ったのすげえな、うん、でもあれ面白いのは、それ監督もなんか言ってたんだけど、サンフランシスコって確かに坂すごいんだけど、そうよね、あれ見てると、サンフランシスコ人だと途中で一回上がってるのが分かる、そんなに、そんな何分間もあのスピードで追い続けられるほどの山ではないので、そうそう、だから、うん、あちょっと戻ったみたいなところもあったりする、そういうのも面白いですけど、ね、でもサンフランシスコといえば、はい、サンフランシスコといえば、まあ、世界の、芸のメッカというか、はい、一番有名な、まあ、カストロストリートとかありますが、はい、そこにお住まいの、ラナ・ウォシャースキーさんが、はいはい、今度撮ったマトリックス、前の時はなんかニューヨークみたいな、その、まあ、あれシドニーかなんかで撮ってましたけど、うん、どこだか分かんない街だったのに、今度のマトリックスいきなりサンフランシスコになってて、はい、予告見たら、うん、やっぱ愛着が湧いた街が出てくるっていう感じがすごい面白かった、まあ、ちなみにマトリックスの予告編は俺結構楽しみに、うん、にしてます。全然話飛びますけど、なんか結構いろんな人がなんかその今までのマトリックスで見たものしか映ってないっていうことで落胆してる人も結構いるんですけど、はいはいはい、それは出さないんだよ今回ね、予告編ですから、まあ、そうそう、もちろん出さないんで、これからそうだね、そうそう、あれは公開してびっくりっていうパターンだと思うんで。でも気になること言ってて、マトリックス第1部の続編って言ってるんでしょ。ほう、まあ、らしいですよね。ですよね、うん、という、いやでもそんなことないですよ。だって予告俺ちゃんと止めてコマずつ見たんですけど、うん、目が潰れたネオがなんかロボに直してもらってる絵があったから、だから3以降ですよ。すげえガン見しとるじゃないですか。ガン見したよ一応。まあね、なんか、ほらフランス語喋る人とかも出てくるらしいから、うんうん、なかったことにはならないっぽいですけど、うん、なんか気になりますね。ターミネーターかよとか思うけど、それはないだろう、それはなしねみたいな。昨日超コマ送りで見たからね、うんついそういうことをやってなんだかんだ超楽しみ、なんだかんだ超楽しみ、うん、マトリックスもね、
いやマトリックスはだってその前のティーザーって言ってあれがなんか何万通りもあったんでしょ。あ、そうなんだ。ですあの 赤アピールみたいなやつ。そうそうそう、意味が分からん。でなんか時間教えてくれるんですよ、ね、時間教えてくれるんですよ、うん、時報代わりに使えるっていう。でもね今回マトリックスだからいやだからあれはだから全然あそこで出てんのは、はい、もしかすると最初の5分で終わっちゃうことかもしれないんですよ。あ、まあそうですよ ね、うん、そもそも本編で使わないかもしれない、ね、使わないかもしれないし、だってあんなにねあの明らかに今までやったことの繰り返しみたいなことしかない予告編しか作んないっていうのは、うん、大概隠してるから、まあ でしかありえないというふうに思ってますけどね、はい、いやいや、うん、まあ楽しみにしたいところで、楽しみにしたいところでございます、はい、ちょっとあのこれ構想中ではありますがすいません、僕あのこの間も我慢してたんですけどトイレ行ってきてもいいですか。はいはいはい、ちょっとそういうのもいいってこの間あのスタッフの人が言うからトイレ行ってもいいって、ちょっと前越えてきて、そうじゃなくてみんながおしっこの音を聞くはめになる。でもこの間タイアンさんとちょっと話してた、はい、そう、あの僕は今回やっぱりあのすごいあのドラゴンの継承というですね、はいはい、それをあの非常にあの文字通りというか画面上で絵で見せてきおると思ってですね、うんうんうん、というのはだってあれでしょ、シャンチーはあのドラゴンの心を宿してですよ、はい、そしてドラゴンの鱗で作った服を着て武器を持ってですよ、うんうん、そしてドラゴンの力を借りてですよ、はい、まあやっぱりここに来てですね、やはりあの生きていたドラゴンみたいななるほど、うん、なんかついにこうあのブルース・リーのね、はい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 、やはり魂がここでここで、はい、急に継承されたなっていう、そうですね、はい、それは結構ねグッときたんですよ僕は勝手に。なんかこういっぱいカンフー映画とか見てる人が勝手にいろいろ想像できる映画ではありますよね。はい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 、はい、なんかまあでもなんかそうですね、まあボッコボコの穴だらけの映画ですけど楽しく見れましたよ本当に。わかるわ、うん、うちの子供とかもね、あのブルース・バナーとキャプテン・マーベルが出てきた時に、ああまたこれかよとか言ってましたけどでもちゃんとその後にカラオケ行ったところでまたニコニコで帰れる、なるほどなるほど、そうあれで終わっちゃうとね、なんかいかにもつなぎでございます、ね、はい、まあね、そうなんですよ、まあでもそこは結構受けましたけどね、なんか、うん、とりあえずもうデビュー戦終わったら、うん、あい君君って呼ばれてもうこれで君もアベンジャーだからみたいな勝手にもようこそとか言われてね、あ、もう中身入れられちゃってんじゃねえかっていう、ね、勝手に、はい、というところですけどね、うん、はい、というわけで戻ってまいりました。はいはい、これを入れてこれをつけないと、これをつけないとダメですね、はいはい、あ、質問が来てますよこれだけど、え、何、クレイジーマックスさんからです、はい、質問です。シム・リウ、ね、うん、主演のはい、シム・リウの見た目問題です。見た目問題、見た目別に問題ないだろ、なんだなんだ、うん、これまでのアベンジャーズはイケメンばかり起用しておいて、はい、アジア人になった途端地味顔にするのはいかがなのか、またはアジア人らしい顔つきだからこそアジア人のリプレゼンテーションとして意味がある、うん、で、まあ、それぞれそういう議論が巻き起こっているらしいんですね、うん、でどちらの言い分もわからないでもない、うんうん、動いたらかっこいいなとは思ったんですけど、皆さんどう思いますかっていう、もう俺だからさっきも言ったけど、トラさん感があって、トラさん感って何、渥美清みたいな顔してるってこと、こう安心できる顔、なんかこう優しそうだし、うん、でなんかこうあのほら、それとさ、わかんないけど、そのアジア人のイケメンみたいなので、うん、俺の偏見かもしれないけど、うん、そのコスプレイヤーみたいな感じのイケメンっていうのはさ、うんうん、なんかあの俺の偏見かもしれないけど、すごくそのなんかベースが白人だったりするわけ、うん、その目指してるところ そのなんか白人みたいな感じっていうところを中心に置いてやっていくと、ちょっとそれはなんかおかしいんじゃないのって話になると思うし、だからその、うん、なんだろう、わかんないけどね、それは今アジア人のイケメンっていうと、あのコリアンアイドルみたいな人じゃないですか、うん、そうなんですね、きっとね、はい、まあそっちかっていう、ただ僕はそのあの、うん、まあ、もちろんコリアンアイドルだとちょっと違う、ちょっとって思っちゃうだろうし、でもここでちょっといいですか、これ、はい、コメントで、
みんなマドンソクがヒーローなのは文句言わないくせにって書いてあって、その通りだと思いますね、うん、顔の問題じゃないから、ね、それもあと文句言ったらぶん殴られるから拳で拳で、うん、あとあの脱いだらすごいですかもかっこよくてさ、うんうん、あそこにちょっとおーってあの時のオークワフィアの顔もいいんだよね、うんうんうん、あれも良かったですけどね、シムリュー最高で、やっぱ、まあ、みんな好きだな、そういうギャップも含めてのキャスティングでしょうしね、やっぱり、うんあのいやいやごめんなさい、はい、さっきの、あの要は、その香港映画スター的な人じゃないじゃないですか、だ、うん、どうしてもこの映画だとみんなその香港映画、うん、香港スターをね、はい、そうイメージしちゃうから、うんうん、そうするとなんかもうちょっと本当の、まあ、それはトニー・レオンでもいいんですけど、ああいう感じの色気が欲しいよねっていう感じなんじゃないのかな、うんうんまあ、それがあのそういう思いはあるを抱いてしまうのはしょうがないことだろうかも、まあ香港のカンフー映画と思うとね、でも韓国映画の見過ぎでイケメンが出てくると殺人鬼だと思っちゃう、うん、いやでもだからどっちもありだと思うし、どっちもありだと思う、うん、あの今回は今回でなんか俺はキャラクターに合ってる、うん、なんかいい配役だなっていう気がしましたよね、例えばだからそのそれこそそのなんだろう、オークワフェナの家に行ってなんかちょっと気まずく挨拶したりとかそのホテルのあの駐車係やってるところとかを含めても、はい、あれがすごいだからそのなんかわかんないけどその漫画みたいなイケメンだったら、うん、あのものすごい違和感だと思うし、うん、それはなんかそういうことはあると思うな、うん、でも例えばだけどあの映画スターって別にイケメンってことじゃ全然ないですからね、それはハリウッドでもずっと、うん、それはそうだ、アーネスト・ボーグナイトですね、前半のその前半それがマカオに行ってのアクションぐらいまでは、うんうんうん、それこそ本当はジャッキー・チェン的な親しみのあるキャラクターっていうので最後まで会社がちょっと コミックなアクション入ってっていうのは、うんうん、相手ですね、うん、そこら辺のイメージは多分ちゃんと僕使ってると思う、うんうん、いやとっても良かったと思いますね、ね、うん、と思います、うん、もう一つそのアジア系アメリカ人絡みの、はい、質問というか、クリームのしっぽさんからタイミング的に話題になったので、うん、シャンチーの妹シャーリンの顔にもともとは赤のメッシュが入ってたんだけど、修正して、うん、CG で修正して全部黒髪にした、うん、でこれはあのメンガーチャンさんというその女優の方が自分で申し出て、うん、でそうなったってことなんですね、うん、今回ね、僕も昨日かなんかニュースで見ましたけども、うん、ただ今作のシャーリンは黒髪で全然かっこよかったし、うん、違和感もなかったですと、うんうん、でオークワフィナも派手な髪色ではないし、うん、おとなしいステロキャラでもない、うん、でつまりこれはあれですよね、髪に色を入れるっていうのが、うん、結構そのハリウッド映画におけるその中国人というかアジア人のステレオタイプって言われ始めたんだよね、そうそうそう、うん、まあで言われてみれば確かに特にアメコミヒーロー映画とか見てると、うん、割とそのアジア系の女性が出てくると、はい、まあちょっとここだけ赤かったり青かったり、だからそのパシフィックリムにおける菊池凛子さんもそうでしたね、でもブレードランナーに出てきた白人のバイオシンフだって髪の毛ドピンクだったよちょっとそこはあの、うん、話がずれますんで、ずれちゃうか、すいませんでした、はい、から、ただそういうことで、まあ、ある種の最近流行りのステレオタイプを、うん、まあ、そのメンガーチャンさんという女優さんが、まあ、声をね、あげたことで、うん、なんかそれはその人がダサいと思ってたってことじゃないの？そうだと思うんだよね、うん、で逆にだからそれが今ね、あの、うん、いいぞという意見もあれば、髪に色を入れることが黒髪よりも黒髪、うん、え違うか、髪に色を入れることが黒髪の方のステレオタイプを強化するというような、はいはいはい、逆にみたいなことを言う人がいる、なるほど、どういうこと、ちょっと待ってください いいじゃんか、髪なんか何色だって、そうそうそう、ね、確かに、うん、声を大にして言いたいけど、うん、これえなんだこれ、まあ、いろんな方面から意見が、黒人の人がなんか最近女性ストレートにばっかりこうしてるやつとかも結構ね、うん、批判されたりとか、それはでもほらもうあのイディオクラシーで極限までギャグにされてしまったので、うん、そうですね、うん、そうそう、はい、はいはい、でもな、確かにね、アジア人は黒髪じゃなきゃいけないいやでも、うん、ところを強化してしまうかもしれない、逆にね、とかっていうね、そうかそうか、はい、だからそのなんかコミ漫画的な感じでやろうとしたりとか、だからその例えばだから日本の漫画に出てくるキャラクター、日本じゃなくてもまあ漫画のキャラクターだいたい髪の毛の色なんかめちゃくちゃだったりするじゃん、ね、まあ、ピンク色とかね、うん、だからまあだから何でも良くて、でそのだからその今回で言えばその彼女役者の
彼女がその、うん、それは嫌だよって言ったんだったら、うん、彼女が嫌だって言ってるんだったらっていうだけのことではないのかな、うん、それじゃダメなの。まあそう思いますよ、うん、っていうかあのどっちかっていうとね、うん、アジア人のステレオタイプってその、うん、アジアンアクションにおける女性のステレオタイプっていうのはその栗山千明みたいなさ、うんうん、ああいうそのロングヘアの黒い黒髪のみたいなのが一番ステレオタイプとしては強かったわけじゃないですか、うん、まあ大体そうだし前髪パッツンで、うんうん、それはそれ、それだ、それの良さだってあるしね、うんうん、だってその何でもやれっていうか要はその、 その格好してるのがステレオタイプによってそうなっているのか、うん、そのまあ、かっこいいと思ってやってるのか単にその自分が好きでやってるのかっていうのが、うんうん、まああの区別がつけばいいわけじゃないですか、うんうんうん、でそれが一種そのステレオタイプによって、うん、あの、強制されてるんだって考えると、うん、まあ面倒くさいことになるんですけど、うん、ただ俺は結構そのステレオタイプであることの力っていうのも一方であるんで、うんうんまあ、記号記号としての分かりやすさ、ねまあま、漫画絵からしたら、うん、でそれを一概に否定するべきではないと思うんで、うん、確かに、うん、まああれですよね、そのおかっぱでメッシュが入っててみたいなのがもうあまりにステレオタイプという以前にちょっとそのジャンルの中で陳腐化してませんかっていうことなんじゃないかなっていう気はしますよね、うんうんだってでもさ、うん、だって白人のヒーローみんなマッチョすぎてキモいとかいうステレオタイプじゃないとか言われないもんね、うん、もうちょっとお前さみたいなしぼんでこいお前太れよみたいな定型ステレオタイプが1個しかないじゃんみたいなさ、しかもそれを強化してると、うん、でそのせいでヒーローになりたい子供たちが、うん、だってそうなれないから、うん、困っちゃうみたいなことでちょっとハルクみたいな非現実的なの困るよとか言ってまあだからあんまりそれねわかんだからそのまあ、だからそのケースバーケースじゃないそれもやっぱりね、うんうん、だってそんなそのどっちもダメになっちゃうじゃんそしたらまあそれは確かに、ね、最終的にね、うんうん、って思うけどねまあ、うんうんまあ、そうね、うん、でもまだそのやっぱりあれなんでしょうねアフリカ系とかアジア系とかっていうようやくそれがなんていうのちゃんと語られるようになってきたっていうジャンルであって、うん、まあそういう話も出てくるのかもしれませんよ、まあ、でもさ、だから本来はさ、それすごい、それもすごい雑な話で、はい、結局アフリカ系って言ったってさ、いやタンザニア系なのか、うんそうですよね、ルワンダ系なのか、うん、ナイジェリア系なのかって全部違うわけで、ナイジェリアだって いっぱい民族いるわけだし、そこら辺をざっくりアフリカ系とか、うん、であのアジア系って言ってたら中国も、まあね、韓国もベトナムもありベトナムも、まあ、日本も全部同じなわけで、まあそう、うん、まあそうですねいっぱいありますからねそうでそこでアジア系って言ってる時点ですでにもうステレオタイプだからさ、うん、それ確かに、うん、考えてみればそれってまあ確かにアメリカ的なものの考え方を無理くりしようとしてるのかなって自分でも思う時はあってだって結局だからアフリカ系アメリカ人とか、うん、アジア系中国系アメリカ人みたいなそれがついてくるわけでしょでいや俺思ったんだけどさ、うん、その今言ってるやつとかその髪の毛云々とかっていうのはだからその、はい、例えばそのそれはだからすごい昔のね大昔ですよ、うん、そのブラックイズビューティフルみたいなことに近くて、うん、だからあのそういうそれはだからそのなんていうのその下に見られてたから、はい、それを逆にね価値を転倒するって意味があったかもしれないけど、うんうん、あの今もっとみんなどんな人種の誰であっても別に好きにタトゥーも入れれば髪の毛も変えるし、まあ、っていうことを自由にやっていい時に、うん、そのアジア人がそのアイデンティティをなんで肌の色と髪の毛のなんでその生まれたままの色とかに求めなきゃいけないのかって言われたら、うん、俺はちょっとそれはすごい否定的ですねなんでかと、まあねまあ、そういう生き方してないから、うんうん、と思いますけどね、うん、なるほどなるほど、うんうん、まあ確かに、うんうん、でもねかといってね、うん、じゃあ人種の話をするときにね、うん肌の色で人を呼ぶのもいかがなものかと僕は思っちゃうんですよ例えばなんとなくその例えば、コケージャンとかねそうです、まあまあ白人黒人という言い方はあまりしたくないなっていう気もしていて、うん、だからまあついアフリカ系何人って言っちゃうんだけど、うん、それどうなんすかねと最近実は思っていて俺、うんうんうん、もうなんかもう、ね、めんどくさいめんって言いそうになったけどねなんかこうてねえっていうねいろいろこう悩みは尽きない思うところが、うん、
あ、そう、今ここでコメントで出ました、はい、白人女性のブロンド染めどうなんだって本当にそればっかりで、うん、まあ、それこそ逆にだから映画にあのブロンドのヒロインが出てくることはステロタイプで、まあ、それはですね、なぜかというとあの非差別される側ではないからね、そうよね、だから問題にならない、うん、なんかそういうことありますね、はい、っていうことはありますが、はい、でもこれからだんだんね、アメリカもヒスパニックの方が最大人口になったりして、ああ、そうですね、だんだん、ああ、ね、あのいろいろいろ状況は変わると思いますけども、でも本当そういうなんか誰がの髪がどうしたとかね、いうことであんまりあのどうでもいいっていうのがまず先に立ってしまうな、気はするわね、はい、ということはあります、うん、というね、はい、はい、ちょっと真面目な話、真面目な話になっちゃう、うん、すいませんね、もっとこうなんかね、ね、真面目な愉快なこのままね、ずっと朝まで生討論で、朝まで生討論の話をする、うん、田原総長かービールを飲んでみたいな、カラオケに行っちゃってカラオケに行くから、はい、どうね、ちょっと待ってくださいね、はい、お便りをね、うん、お便りね、どこあったんだよ、監督について、監督について、そうです、俺監督の、あの、そうそう、デスティン・ダニエル・クレットンさん、この人もいろんなルーツがある、うん、ややこしいあの国籍の人ですよね、うん、黒い司法の人、はい、黒い司法っていうのはこの間だから今あれですか、ネットフリックスとかでも見れるやつですね、そうですね、はい、うん、あれはあのあれでしょ、マイケル・B・ジョーダンとか、うん、あとはあれですか、ブリー・ラソンも出ていた、うん、なかなか見どころのある、うん、真面目な映画でしたけど、俺この人の映画全然見てないことに今気づいて、うん、なんか多分どれか見てると思うんですけど、はい、よく思い出せないんで、うん、すいません、そんなことじゃダメですね、どこでね、いや今日のこれにだって先駆けてなんか見ようと思って見たのがラストドラゴンと、うん、あのカンフーハッスルと勝利の36号だったから、正しい選択、そうそう、すいません、他のはあんま見てなくてねえ、そう、でも割と黒い司法なんていうのは結構真面目っちゃ真面目で、うん、あの今回のような映画を撮る人だとは思わなかったですね、確かにそうですね、うん、ショートタームって見たな、どんな映画だったかな、わかんない、ショートタームか、もう最近見る端から忘れてしまうんですね、うん、それホテルカリフォルニアに特別意味ってあんのかって、これ多分あのこっちのメールでもいただいたし、はい、このコメントでもいただいたんですけど、あのよくあの意味とかないんでしょ、別に分かりませんよ、それは別にないと、別にないですよねダサい曲だからっていうまあね、みんな知ってるし、知ってる、でもカリフォルニアでホテルカリフォルニア歌われるほどっていうことはないっていうもう確かにラブユー東京でラブユー東京を歌うのも何かしら、うん、そうですね、どこだっけ、どのどこ書いてる、最後カラオケから本当の曲に移るところ、はいはいはい、なんかじわっとする俺がいましたねでもカラオケから本当の曲に移るっていうのはいいんだよね、いいですよね、あれね、うん、あれ良かったですよ、あった、うん、そう、だからペンネーム中学28年生さんです、はい、はい、まあカラオケの使い方が印象的で、うん、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーにおけるカセットテープみたいに、主人公たちが聴いている音楽が劇版演出っていうね、すごくいいなと思いましたと、うん、で最後のホテルカリフォルニアっていうのはこれは眼蓄があったっつって、でそこ皆さんの解釈を聞いてみたい、はい、でホテルカリフォルニアに一度でも入るとチェックアウトは自由だけど離れることができないというような歌詞だと思いますが、はい、まあまあはまり込んで出られないって話ですよね、そうそうそう、うん、ということはつまりシャンチーにとって離れることができない場所というのは一体何なのか、彼の家族なのか、あ、それね、そういうふうに始めると、うん、あのそれ陰謀論に突入するからあの映画の見方としてですよ、これ本当真面目に別に茶化すってんじゃなくて言うけど、うん、あの何でもそうってわけじゃないから、うん、あの分かんない、これこの後その監督とかはね、実はホテルカリフォルニアこれこれこういう深い意味があったのじゃって言われたらそれはもうギャフンだけど、うん、謝りましょう、うん、だけどそのそういうふうに何かしらのなんかこうあのなんかパズルとかあのクイズのようなもので手がかりがあって、それをこうかざあのはめ合わせていくと何かしらの答えが得られるようなものだと思って映画を見るのは絶対に間違ってるから本当にやめた方がいいと僕は思います。シャイニングの陰謀論の人たちもすごいですから、ね、そういうのは良くない、そうですね、うん、面白かったかとか受ける
あ、なるほど、カリフォルニアのホテルで働いているからかというコメントをいただいてストレートとストレートしかもそあの全然そこに閉じ込められてなかったやめてるし、そこをやめてました、ね、ギャグですな、うん、それギャグ。あとはまあ監督だが脚本家がインタビューでショッピングモールで聞いた時に使おうと思ったみたいなやっぱりそんぐらいのことじゃないよ、やっぱり、うん、そんぐらいのことじゃないですか、深読みは無用だったかもしれません、うん、すごいな、うん、単なるジョーク、単なるジョーク、すごい、そう、モールで聞いて思いついた説、うん、それはあれだよね、でもあの悪魔の生贄、はい、誕生秘話と一緒で、はいはい、あれはあのモールで、モールで買い物のレジですよ、並んでたトビー・フーパーが、うん、はい、みんながいつまで経っても自分の番が来ないで、イレイレイレしてる時横見たらチェーンソー打ってて、これでみんな叩き殺したと思ったのが最初だって言われてますけどね。なるほど、なるほど、なるほどね、監督でいうとこれあの第2班の監督は、はい、あのブラッドレイ・ジェームス・アランっていう人が務めておりまして、あのこれあのそうですね、ジャッキー・チェンのスタントチームのメンバーで、あのゴージャスって映画であのジャッキーと戦うチビの白人の人ですね、はあはあ、見たことある。で、はい、そうそう、あの今年の8月9日に亡くなっちゃったんですけど、はい、あの病気で亡くなったとしかちょっとジャッキーのオフィシャルサイトには書いてなかったんですけど、あのキングスマンの第2巻監督やったり、キックアスの、格闘技のコレオグラフやったり、あとパシフィックリムのロボットと怪獣が戦うところの振り付けとかもやってるっていう、なかなかの才人だったんですけど、それはすごい、めっちゃ惜しい人な感じだね。そうなんですよね、まだ48歳ですね、非常に残念な、はい、方を亡くしたと思いますけど、そうそう、なんか今回監督もだからなんか、はい、その特にそのバスのとこやるときに、はい、やっぱりその頼んだときにそのやっぱりそのジャッキーのチームにいた人だったんで、話が早かったってことは言ってましたね。だってあの服を一回脱いでこうやってからまた着るところがすごいそういう感じですよね。そうそう、はい、感じで、うん、あれ、うん、そうか、惜しい人を亡くしましたね。そうですね。さて、はい、大スケッピさん、はい、やっぱカラオケがやっぱり今回ね、うんうん、カラオケの話ばっかりじゃなくて、いや、カラオケ行きたいなって思いましたよ、はい、カラオケもう行けないですから ね、 今ね、本当にね、まあ俺はもともとあんまりカラオケ行かないですけどね。カラオケとかどうしてんすか今。いや閉めてるよ街のカラオケ。あ、でも一人カラオケとかなら入れるのかな、なんかあれ、あ、いや、まあ、どうでもいい話、ごめんなさい、なんですか。いやいやいや、あのテレ朝のやつがずっこけたやつはああそうか、渋谷のカラオケ店でパセラ、あのなんかなんだっけ、階段で下まで降りてったら出れなくて、うん、また上がってどっか飛び越えようとしたら足の骨骨折したっていう、うん、あ、あれですか、オリンピックの打ち上げってやつ。そうそうそう、テキーラをガンガン飲んでたなんだそれ、やってる、なんかやってるとこやってるとこやってるんですね、うん、まあ、そうそんなカラオケでございますけど、すいません本当に。大スケッピさんから、シャンチーはブラックパンサーと違って父を乗り越えた後も、うん、王の継承とかしねえよっていうノリでカラオケに直行するのはとても良かったです、うんうん、最近人の話が長くなると画面の端を見つめる癖がついてシャンチーパパの話をよく聞いてなかったのですよ聞いてないのかよひどいですね。シャンチーママが生きてるとシャンチーパパが勘違いしてしまった原因は何だったんでしょうか、これ大変ちゃんと見よう見よう。え、なんで、すぐ戦闘モードに入るより、そういうなんか声が暗黒ポータルの向こうから、ね、ポータル向こうのやつが送ってくる電波を、そうそう、受信しちゃって、うん、自分一番都合のいいものに聞こえたり見えたりするっていう設定なんですよ。そう言ってた。あれはあの闇パワーに操られていたんですね、うん、そうそう、闇パワーでね、うん、そう、だからみんなすぐ戦闘モードに入るより、うん、あの普通にもっとみんなで説得すればいいのにと思ってしまいました、うん、あの普通に見ろよ。いいメールです、いいお便りですね。これ映画で描かれる不死身の人ってどうも短気でせっかちな人が多い気がやっぱ年寄りだからって誰かいます、うん、長生きで不死身の人ってそんなに長生きでせっかちね、うん、ヨーダとかヨーダとか結構そう、結構せっかちだね、まあ、そうね、まあ、そうね、900歳にしちゃちょっとね、あのじじい、確かに、ね、キルビルのハクビ同人とかもね、かなりせっかちな、あ、いつも怒ってたような感じです。まあだからやっぱりそのあの
それもだからやっぱり家父長制に対するアンチテーゼで、とかその儒教イズムに対するアンチテーゼで、うん、無駄に年食ってもダメなもんダメっていう、まあそれはそうですね、ことじゃないの、うん、だってそのさ、その老人なら自動的に偉いみたいなこと言うとさ、うん、で日々それありえないっていうのも見てるわけじゃん、うん、いやまあそのまあヨーダが典型なんだけど、うん、その老人のいわゆる老子的なキャラクターっていうのが、うん、すごくその子供っぽい振る舞いをするっていうね、うん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 、する子供っぽい振る舞いすることで教えるっていうやり方があるじゃないですか、はいはいはい、まあ、あの多分そういうのの、まあ、それもステレオタイプでステレオタイプなんだけど、うん、一つのそのだからその東洋的な、まあ、でもあの死のあり方なのかもしれないですけど、まあ、スターウォーズに出てくる師匠は正体を、ま、毎回隠しすぎ問題とかあのオビワンすっとぼけ、ヨーダすっとぼけとかいろいろありますから、いろいろ言われてるけど、昔のこと忘れてんだお前ボケてんじゃねえあのよく知ってるくせに知らないふりをするっていう問題はある、それについてちょっとまた別の回に、うん、そうですね、やりたいっていうね、はい、あとは何だろうか、あとどうでしょうね、いっぱいあるね今日本当に、そうですよ、すごいですね、暗黒ポータルの中ってあのドラゴンがいて終わりなんですかねって、もっといろいろなんかぐちゃぐちゃいるんですか、ね、いや暗黒ポータル、あの暗黒ポータルの中はだから、なんかあの変な、だからあのコウモリみたいなのがいいんだろ、うん、そうです、そうですね、コウモリとあのバカ、あの暗黒ドラゴンがいるだけなのかな、本当に確かどうなんでしょうね、でだってさ、すごいキワキワで待ってたわけでしょ、めちゃくちゃ、うん、そうですよ、奥にいたわけじゃないよ、ね、もう鍋吹いちゃうみたいな感じだった、そうそう、ちょっとでも隙間みたいな、そうですよ、もう、はい、めっちゃ張り付いてたわけだから、そうすると結構あんま面白くないポータルだよね、あれね、うんうん、もっとなんかいっぱいぐちゃぐちゃいるんじゃないですかね、ぐちゃぐちゃいるのかな、うん、そうですよ、うん、あそこでも今回シャンチーが岩で塞いだからまあいいのかな、岩で塞いだから、ね、一応ね、あの岩で塞いだだけでいいのかそうですね、あれがまあそのね、うん、雑でも多分なんか関わってこないよなあれな、さすがにあれがなんかあのブレイブワールドの一つマルチバースの一つとか言われたらちょっとがっかりするな、うん、いやどんなでしょうかね、でもね今日はそうですね、お便り的には、はい、お便り的にはこんなところかな、皆さんいただいてありがとうございました、ありがとうございます、はい、うん、まあねちょっとなかなかだけど、あの一時期に比べれば、あの、うん、一時期に比べちゃいけないですけど、一時期以上に MCU も結構魅力的なキャラクターがボコボコ出てくるようになったなという気はしていて、割と今回はあのシャンチーとそれからのケイティという主役の彼とオークアフィナーさんで持ってる、うん、で彼らの爽やかさで持ってる映画だなという気はしていて、しかもその親世代からするとそれは全然爽やかに見えないですね、それはあるかもね、なんか結婚まだなのとかあるじゃんしね、そうだと思います、うん、で多分そのヨシキさんがエンドクレジット座ってられたっていうのも、うん、そこら辺のキャラクターの魅力っていうのが俺はあったんじゃないかなっていう気がしてあそれはあると思う、うん、でしょ、このあのだからそう、あそこでだからそのなんかそのマーベルヒーロー会議みたいなことになって、うん、でそこでなんかその普通の感じでやってたら別にもうどうでもいいやと思ったんだけど、ただまあそのまんまその映画の冒頭の時と同じキャラクターのまんま、あの自分たちのペースで来たところにあので、人も引き込んでしまったという、それも良かったしと思いますよ、あとはやっぱりあのドラマ配信ドラマシリーズもね、はい、あのあれが良かったですよ、ファルコン&ウィンターソルジャー、はいはい、あれは本当に良かった、見てください、見ます、すみません、あっちはあれも見た方がいいの、ワンダービジョン、ワンダービジョン、ワンダービジョンも見た方がいい、ワンダービジョンも、まあ、俺は、まあ、あの順番でロキは見なくてもいいですけど見とくと、うん、まあ、一応話はつながるでしょうから、みんな超見てんの、だって暇なんです、もう俺資本主義の下僕だから、そうディズニーの下僕ですよ、本当にディズニープラスに金払うと下僕感がすごいよね、何でしょうね、あの屈辱感、屈辱、屈辱、ディズニープラスは本当に俺だって屈辱ですよ、本当に屈辱だけどしょうがないじゃん、マンダロリアンもあるし、そうあのまあそのあれがね、なんかってクローンウォーズもあるし、反乱者たちもあるし、うん、忙しいんですよ、それで結局ね、めっちゃ金払ってめっちゃ見てる金払うのは屈辱ですね、金払うの屈辱だけど、まあ、これあんまりこういうこと言ってるとディズニーからお金が怒られちゃう、怒られちゃう、仕事が、まあ、元からないから、ないですね、ないね、広告入れてくれるかもしれない、ああ広告ディズニー広告入れてくれたらもうこんなこと一言もないですよ、最高、
最高。それはそんなことができないから今ここでこういうことやってるじゃない。まあでも結果的にはディズニープラスなんとか面白いからみんな見た方がいいっすよとか言ってね。そういう話ですよ。めちゃくちゃ進めてんじゃねえか。金払いたくないだけで。インターソルジャーはあれはそのこういうみたいな引っかかりもなくて、うん、まさにそのあのアフリカンアメリカンの今のブラックライブズマターとかの流れも含めた上で、うん、でもやっぱり俺はキャプテンアメリカをやるぜっていう、うん、で別に次のあれはあれがいいのは誰も結局ねファルコンのウィッドショーを見ないまま、はい、次にMCU の映画を見た時に、うん、あいつがキャプテン2代目キャプテンアメリカでございますって出てきて、はい、うん、あ、そうなったのねで別に済むわけですよ。そう、それはだってそれが本来の継承すべき形なんだから、はいはいはい、エンドゲームで、ね、エンドゲームであれをもらってシールドもらってんだから、シールドもらってんだから、ね、でそのままで別に構わない、うんうん、ただそこにすごい彼が中で逡巡があってでもやっぱりやるんだよっていうの部分の話をきっちりやってるからね、うん、あ、確かに、うん、確かに、うん、なるほどね。まあ、ネタバレしますけどこんなことはみんな分かる、見た瞬間に分かるからどうでもいいことで、うん、なるほど、確かに、まあね、しょうがない、そうやって毎週毎週ですね、はい、テレビにかじりついてですね、うん、お、時間だとか言ってですね、時間だ時間だ、配信始まるぞ、配信始まるぞみたいなです、ね、それがな、そう、最近今ちょっとそれ俺は止まっちゃってて、うん、まあちょっと前までは何だっけあれがあったから、何見てたんですか最近、何だっけな、もうほらそういうこともすら覚えてないもんね。マンダロリアンは得意でしょ、うん、そうじゃなくて、そういや最近なんか見たって話してないだけ、なんか見てたんだけどもう忘れちゃったよ。え、あれじゃない、パリス・ヒルトンがお料理する番組パリス・ヒルトンのお料理番組は全部でもあれ2日か3日で見ちゃったからはい、バッドバッチだ、バッドバッチ、バッドバッチは心待ちにしてますね、うん、やっぱスター・ウォーズじゃないか、うんうん、やばい、ここに来てマーベル組対スターウォーズ組で同じ会、どっちもディズニープラスじゃねえか、どっちもディズニープラスじゃねえか、全員負けディズニー転がされてる、しょうがない、そうだ、バッドバッチでした、はい、申し訳ないです。最近面白かった配信ものとかなんかないですか。8日ドビッチはアメリカのディズニープラスにはもう来てます。最近面白かった、最近あれじゃないですか、この間話してたやつ、なんだっけ、ネットフリックスで、はい、80本ぐらいある、なんだっけ、日本統一、日本統一何ですかそれ、見てんのあれあれね、本当見始めもなんかの間違いで見ちゃってすごいつまんないんですけど、すごい最初ね、俺あれがすごい人気だっていうのを聞いて、はいはい、最初の何話か、はい、2、3本見てもういいやと、はい、7からめちゃめちゃ面白くなってくる7から7からかで30からまたなんか作る会社がこう、うん、別のヤクザ系会社に変わって、はい、それがねなんかものすごい面白くなってきてるんですよやばい、一本まるまる燃えよドラゴンのオマージュの回とかもあったりとか、へえ、はい、そうなんだ、めちゃめちゃ面白いですね、本当にあれすごいね、俺全然、はい、あれでも結構前のやつなんですよね、結構前、もう結構前にいたやつで、はい、そのビデオがすごい人気だっていうのを聞いてて、うん、あれに出てるどっちかが、はい、超今人気スターになって、はい、V シネで彼の主演とかもいっぱいあるんですよ、関係ないやつが、はい、元宮康和と、そうそう、あと山口芳乃と、うん、でそれがで、なんでこの人こんな人気出てんのって聞いて、うん、それは日本統一が人気なんだよって話を聞いてたんで、はい、でもその80何本ってなんでって、まだでも47までです、ね、はい、でも1週間で44まで見ましたね暇さえあればずっと見ちゃう。1は何分なの？1は1時間10分ぐらい。そんなあんのに、はい、すごいね。元は V シネだったんですか？ V シネ、ね、1だっけ劇場公開ですかね。そう、はい、あ、本当だ。47は。47が9月に。9月25日予定。はい、そうですね、まあ、楽しみで楽しみでしょうがないです。本当いつ。あ、ちょっといいですか？全然できてない。これではそういうやつってやばくて、はい、昔最初ネットフリックスとかが出始めた頃、はい、なんか日本映画、おすすめみたいなの見に行くと、はいはい、全然知らないのにめちゃくちゃ評価の高いヤンキーものがバーッ出てきて、はいはいはい、あ、これは知らないけど掘りたくもないみたいなあれ結構深いよ ね、 ね、海が広くて深いですよね、はい、ありますね、はい、日本統一、何らかの家系の人たちにね支援されてるヤンキーものとかいろんなものがあると思うんですけど、日本統一は誰が支援してんだろう、なるほど、7まで我慢してみれば面白いそうですね、8話ぐらいでね結構大きくガーッと話が転がり始めるんですけど、はい、3万人のヤクザ組織の組長なんですけど、自らこうピストルでこう毎回
相手を皆殺しにした。3枚いるのに。そう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 、すごいな。毎回さ、舞台がこういうとこなんで。普通の会議室みたいなところでやってるんですよ ね、 なるほどね。こんだけ安いんだとか思うんだけど。はあ、はい、でも途中からだんだんお金がかかってくるんだね。なるほど、はい、すごいな。まあ、人にはお勧めしないけど、そうそう、面白かったです。へえ、ちょっとこれはタイヤの感想だけ聞こう。あ、ちょっと全然関係ない、僕に質問来たんで答えていいですか。はいはいはい、あのアナザーラウンドの感想を聞きたいです。アナザーラウンドってのはマッツが、マッツミケルセンが酒飲むんですけど、あの昼から飲むなバカ。ダメだよ。あのね、昼からダラダラ、あの間開けずに飲むの、それ連続飲酒といってやると一瞬で死ぬから。そうですね、もうほんとね、1ヶ月以内に体壊して半年以内に死ぬから、そういうことをやってはいけません。うん、あれなんだっけ、アルコール、血中アルコール濃度を何パーセントとかに。いやだからそういうこと最初は言って、2日目にはもう忘れてましたからね。いやいや、なんでそんなことするんですか。あれはどのぐらいのホロ酔い度なのかねっていうのがすごい、あれを見てて気になって。でもだからそれ体のデカさと関係ありますよね。でも血中アルコール濃度だから、あのでかい体だったらいっぱいだし、そうそう、うん、血の量が多いから、そうそうそう、なるほど、うん、どのぐらいの、いや感覚としてどのぐらいのホロ酔いなのかなっていうのが分かんなくて、ちょっと気になったんで、あの調べたんですか。いやいや、アルコール買ってこようかと思って。やってみよう。あ、なるほど。ちょっと実際見てみようか。なるほどね。まあ明るいうちから飲まない。明るいうちから飲まない。うん、ね、で飲んで、あのただ寝る。それが大事です。ちゃんと寝る、はい。そういうことですね。もう暗くなってから、はい、楽しく暮らしていきましょう。せめてあの5時の音楽が鳴ってからにしましょう。そうそう、荒野の千鳥足みたいになるともうすぐ死ぬから。本当に。あのそれはダメですね。はい。はい、というね。ビール1、2杯、うん、じゃもう超えてんじゃん。ビール1、2杯、そのぐらい、そのぐらいですかね、これ。あ、まだあった。なるほどね。北欧人だからまだできるって、そういう問題なのかしら。分かんないけどね、まあ丈夫なんじゃないですか。うん、でも死んじゃうと思うけどね、あんなの。まあね。うん、まあ、あれとたちまちあれ中になってましたけどね。あ、田原さん、ペクトゥーさんどうでした。僕も見ました。ペクトゥーさんは、うん、なんとも言えない。なんとも言えない。あの、なんか俺も、はい、俺はあの表では書いたんですけど、はい、あのめちゃくちゃてんこ盛りなのに、うんうん、なんかあのこれ何の料理だっけみたいな、そうそう、あの、はい、すごい要素がいっぱい入ってるのに、はい、あとなんかつなぎが雑、なんか、うんうん、あ、そうですね、そうそう、なんかこっからそこに行くのは超大変そうだろうなと思ってると、はい、ついてるっていう、ついてる、一瞬でそういうなんか感じで、はい、まあでもまあそんなのに最後の方はそれでも強引に、はい、なんとなく持ってかれるところもあって、うん、はい、あの力技っていうのはこれかみたいな、うんうん、こともあったんですけど、どうですか。いやいや、まあでも本当そんな感じですよ、まさに。なるほど、まあ、でもまあ嫌いにはなれない、嫌いにはなれないですけど、両方も楽しかったし、はい、まあ、なんかあの韓国の沈没は早いなと思って。日本だったらさ、はい、ペクチャンが爆発するまでにさ、はい、なんかあの30分から4時くらい、確かに5分くらいでもう爆発してさ、いきなりもう爆発してソウル滅んでるし、はい、みたいな話が早いですよね。うん、あ、やばい、そうね、ピョンヤンがいきなり滅んじゃうんだよね。はい、そうですね。北朝鮮もう滅んだよ、早えな。無政府状態になっちゃって、いきなり。うんうん、まあでも派手だしね。あ、そうですね。そうそう、うん、アトラクション度高いんで、うん、で、うん、まあ、なんだかで言って楽しめるは楽しめるんですよ。そうですね。しかし、はい、楽しめると超良かったって場合が、いい映画ってちょっとまた溝があったりするので、なかなか難しい、ね。ザ・ロック感がすごいですよね。あ、確かにね、ザ・ロック感ね。確かに。そうそう、本当ですよね。はい、同じ。でも、そうね、まあ、ザ・ロックもまあ大概、まあ、大概っては言わないですけど、まあ、雑な部分が目につく映画ですけども、まあ、まあね。それはね。同じような感じで楽しかったけどさ、っていう。確かに。あと、なんかああ、やばいっていう時に、うん、奇跡のように誰かが来ることがそんなに繰り返すとさすがに俺もちょっと待てみたいなことはありました。はい、そう、シャマランの映画見に行かない。いや、俺も見てないんですよ、まだオールド。見たらぜひなんか感想を話したいです、ね、すごい楽しみにしてるんですけど、本当だから昨日もオールド見に行けたのに、はい、シャンチー見に行っちゃった。もうすぐ終わっちゃいますよね。そう、まあ、オールド終わっちゃうのか、早いね。そうだよな、ね、もう2週間経ちますもん。作品が詰まってますからね。そう、まあそんなことを言ってるうちに2時間もやる。
おしゃべりをしてしまいました、はい、まとめるとまあシャンチー面白かったねっていう、まあ、で、ね、でまあもろもろ今日はタイヤンさんが来てくれたんで、はい、いや超勉強になった勉強になった勉強になるっていう回でしたね。ありがとうございました。こんなに勉強になること珍しいないですよ。普段はもうだっておじさんが愚痴言ってるだけなんでもっとちゃんとこれから準備とかしようそうです。準備もな準備もなしでっていうかね、すごいもう頭に入ってるからね。そうです、すごいですね。頭からなんか漏れることしかないの。だんだんいろいろ思い出せなくなってきますよね。わかるね。それはしょうがない。繋がんなくなって。人の名前が全然出てこない。ああ、わかる。この間僕あれが分かんなかったんですよ。手提げ袋って分かんなかった。ああいうのないっけ？なんかさ、つって、あの、なんか入れるやつみたいな、こうやって持ってるみたいな。なんだっけ？ああ、手提げ袋って出てくるまでに1時間ぐらいかかった。指示代名詞をなるべく使わないように俺は気をつけてるんですよ。はあはあはあ、あれとかそれとか。そう、マッツ・ミケルセンがみたいなね、あいつがとか言わないもん。あいつで分かる人とあいつで通してるともう全部そうなってしまうんですからね。そうしよう、努めて、はい、なのでこういう名詞をちゃんと、ね、はい、あの言えるようにしよう、言えるように頑張りましょう。あとは、日本統一、日本統一ね、を見よう、はい、7話までは我慢してみよう。7話までが7時間我慢ってことでしょ。7時間すげえなそれ、はい、すごいな。総シリーズよりきついな。なるほど。というわけで次回は何やるかまだ決まってないか、ね、ちょっとね、うん、考えていきたいなと。あとまああれですよね、こうやってみんなで集まってワイワイと喋っているのにプラスしてまたちょっと別のね、うん、はい、軸の内容も考えていきたい。あ、そうですね、別コンテンツっていうかね、思っちゃりますけど、そうそう、いろいろやっていきたいと思っております。玉、はい、いっぱい残ってますね。はい、まだ、まだ玉まだ残ってるわよということで、はい、グッズ情報ありますか、稲子さん。なあ、グッズ情報、なんだっけ、グッズ情報。あ、我々のグッズ、あ、そう、グッズ作んないけど、作ろう、作ろう、今度ステッカーとか作りますよ、うん、はい、作る作る、ぬいぐるみとか、ぬいぐるみとか、はい、ブラックコントン君とかね、そうそうそう乗っかって乗っかって真っ黒くてして、はい、やっていきたいと思いますけど、はい、ありがとうございます。今日も皆さん多数のご視聴ありがとうございました。ありがとうございました、はい、スーパーチャットなどもいただいて大変ありがとうございます、うん、これで頑張っていきたいと思います。はい、じゃあじゃあ、OK、まあこれから我慢に頑張るっていうかみたいなね。カラオケ行って、はい、これからカラオケに行って、はい、ホテルカルフォルニアに行って落ちようかと思います。皆さん今日もありがとうございました。ありがとうございました。では。